強化クエストも頑張ってやっていけ。心配もらったのか。あ、そう、強化クエストはね、あの無理をもう解放するのがもうなんか、あの今から弁慶とか育てる気にならないから無理。ならんならならないよね。っていうかなんかね、強化クエスト地味に敵が強くイライラする。これ始まったのか。そう、別にキャストリア、武蔵ちゃん、武蔵ちゃんとか、まあまあ、なんか別にそんなめっちゃああ辛いってなるかってあれだけど、なんか地味にさ。これもうね、タマモキャットバニアンちゃんアルジュナオルタにカレスコカレスコカレスコでグブッパね。それでワイやってるわ。もうむしゃくしゃしてるじゃん。そうでも、もう幕開とか全部するよ。キックしてんのか。タマモキャットこれ100レベルだもん、強いし。これで始まってんのかな、音声とか入ってんのかな、ちょっとマジで今さっき設定したばっかだから。ユケモン GO がな、でもユケモン GO なんかで爆発。お、こんばんは。誰、こんばんは。誰、え、なんかで爆死したの。え、ユケちゃんだよ。タイちゃんだった。ユケなんかで爆死してたよ、すごい。したっけ。なんかでさ、めちゃめちゃ親指置いたみたいに言ってた。さっきあれ、そう、なんかね、伊吹童子の前、伊吹童子、伊吹童子の前って誰。記憶にございません。え、伊吹童子の前ってそれこそあれ、リンボとじゃねえの。あ、リンボかな。リンボそんなに聞いてなかった。え、嘘、どうだったっけ。伊吹なんかではね、相当爆死してて、ちょいちょい爆死してきたら分かんないよね。はい、おいっす。音入ってるか。よかったな。みんなの声がちっちゃいな。この話ができてよかったと思う。苦しみをね。苦しみをちょっともうなんで来ちゃうのって。タイミングね、だいぶ早いなと思ったよね。ね、早いよね。もうちょっとずらすかと思った。めちゃめちゃ出てきてから時間かかって。まあ、出てきてからは3年ぐらいかってる。すっごいかかってるからね。別にもういいでしょ。え、でももっとさ、いつ来てもおかしくない。出てないやつとかいっぱいあるやん。ここまで来たら、あのやっぱラスプーチン来るとぐらいの。レベルのことするかも。あ、もう大穴で。いや、まあ、開かないけど。コヤンスカイとかもまだっぽいしな。それもやばいじゃん、俺。コヤンスカイもやばいじゃん。いやー、引かなきゃいけないんだよな。コヤンスカイは引かなきゃいけない。頑張れー。ハマモちゃん、レベル100勢としては。あー、愛してるからな。ハマモちゃん、ハマモキャットレベル100。コヤンスカイってなんかバリエーション豊かな感じなのかな。この時点で立ち絵いっぱいあるからね。そう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 。ね、なんか第一、第二、第三、最終で違うのかな。でももう足りなくない？すでに。もう足りない。すでに足りない。なんかもしくはバージョン違う。霊気が違うやつ。なんか霊どんだけ導入すればいいのみたいな状態になってるけど。和田アルコだし。いや、和田アルコだから引かなきゃいけないんだよ。アンデルセンも。簡単か。アンデルセンもそういえば試したの。あのキアラ様出てくるじゃん。あ、全然触ってない。あ、どうなの。アンデルセンね、バトルモーションにキアラ様が付き合わせた。マジで。そうなの。負けましたおめでとうございます。負けましたおめでとうございます。仕入れもちょっと遅れて登場。最初だってガラコと俺しかいなかったけど。そうそうそうだよ。マジか。えってなった。すごいんだな。正月だから。忙しい人は昨日も募集しねえんだよな。私さ、31日さ、絶対人集まるだろうと思ったら、なんかみんな団らんしてますみたいな。いや、なんでよ。いや、無理やろ。そう思うようになっちゃったんだね、その生活ね。ちょっとね。積み重ねで。積み重ねがね。悲しい。今日、ブリオ君呼んでんだけどさ、12時までっていう制限があって、チコタンどうする ?12 時以降。誰まだ。いないんじゃない。薬島さん、ブリオ君この前初めてやったと。あ、そうなんだ。で、シーレモさんのリアシーレモさん、あ、そうなんだ。まだすごい、その時は初心者であんまり喋れなかったらしいけど、喋れてなかったけど楽しんでくれてたみたいなんで。あ、よく2回目来てくれたわ。なあ、みんなが公設底面丁寧に説明してくれたからだよ。俺すごいブリオ君にパッション見せて負けた。初めてあんなパッション見た。めっちゃ強強パッションだった。そう、強強パッション出したんだよ俺。ブリオ君を勝たせてんだっつってね。すげえ、インポスターなのにすぐに。浮かれてると思われてる。ほんま、ほんまどうかどうか。
あ、今日からそういうペア禁止なんだっけ。あ、アルクさんいねえのかでも。何ペア禁止って。ちょっと私は久々のアマンガさん、なんかシステム変わってる。いや、あの怪しい人を2人でペアにする、すごい強いのに村が上がる。それで著しくインポスターの正直率が下がってる感じなんで禁止しようか。うーん、なるほど、ね、そう、絶対そっちの方がいいと思う。 おじさんインポスターの勝率7割ぐらいあるけどね。強いんだもん。インポスターの勝率ね、 5% ぐらいしかない。 5% もないでしょ。いや、もう分かんなかったらカシオカタン釣ればいい。よいしょ。こんばんは。こんばんは。あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、10時からだったはずなんだよ。いや、俺は10時半からってちゃんと。あ、マジで。いや、割と直前くらいに。直前でもないか、15分前ぐらいに。ないぐらいに。マジで。どこだ。うん、え、多分あのまとめてのリプのとこに。あ、ほんと。あ、ほんと。遅刻者多いので2230からで。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。俺は悪くねえよ。俺は悪くないし、なんなら俺10時10分ぐらいに見に来たら、カシウカガラコ系がいたから、まあこいつらは多分 FGO の話したいだろうなと思って、俺は10分以上時間潰してきたから。あ、なるほど。えらい。え、だからこれはチコタンオンリーにしかリプされてないじゃん。嘘、うん、そうだよ。だからわかんないよ。嘘、俺来たで。なんでなんでなんか返信先チコタンしかないんだけど、これはなんだ。バグだよ、バグ。バグか。まあいいよ、集まったし。俺も来てないけど、普通に見てた。普通に TL の方で。あ、うん、TL は見えない。まあいいや、俺は。まあいいや、F 上の話だから。村正弾けなかった思いが語れたからいいですよ。かわいそう。かわいそう。呼び船引いちゃおっかな。俺も呼び船引いちゃおっかな。怒られるぞ。え、ログイン勢が引いても別にいいですよ。アイちゃんどうやって入ってきた。ボットに書いてあった。あー、ほんとだ。そっか、確かに。あ、ほんとだ、ルームコード書いてあるんだこれ。うん、確かに。知ってたけど、賢いな。知ってたけど全然。 WCQ ってやつ。そうそうそう。あー、あ、じゃあいちいち書く必要ないじゃん。なるほどね。確かに便利だ。確かにやるね。よく見てるね。そうせ、新年早々仕事しちゃって、すみません。天才か。遅刻したけど。あ、ブリオ君だ。明けおめ。どうも。おめでとうございます。初めまして。ニキやばいね。やばい、ね、ベロベロやな。決まってんね、元旦。ニキバグってる。いや、でも俺も今日はあのウイスキー6杯にまくってるから。もう多分明日の記憶ない。7割減。明日の記憶がない。みんななんでそんな飲んでんの。これ一滴も飲んでないけど今日。正月だから飲んでる。ブリオ君入れてるよ。ジャマレコドっていうボットがあるんだけど、そこのルームコードってところにオンラインのルームコードが入ってるから、そこで見て入ってくれたら。え、このボットはもうあれなのか、完全にこっちでミュートしなくていいってこと。そうそう、いいよ。多分白菜は押さなきゃダメだよ、自分の人形。そのどういうこと。枠の下の青色、自分のカラーを。青色でももっと枠の下にさ、こうなんかキャラクター、チャットの下の押せた。あ、それそれ押せてる。大丈夫、押せてる、大丈夫。むずくね。いや、これでもすごいよマジで。うん、めっちゃ 楽。幽霊部屋も行かなくていいし。これに慣れちゃうと手動をミュートすると。ミュートないすぐ、ブリオ君。え、なになになに、死体部屋も行かなくていいの。行かなくていい。勝手にスピーカーミュートと音声ミュートを自動でやってくれるから。勝手の。うん。え、で、何、議論時間になったら勝手に飛ばされてミュートだけになる。勝手にミュートが切り替わって、議論聞こえるけど、こっちの声は。マイクミュートとスピーカーミュートどっちもされるから、そうそうそう、聞こえないから、幽霊だけ喋れるみたいな、うん。聞こえる。すごくね。すごい。ブリオ君2回目なんで、みんなお手柔らかにお願いします。私も久々なんでよろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。おめでとうございます。はじめまして。ブリオです。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。役者はどうすんの。ペア禁止にすんの。まあ、とりあえず禁止でいいんじゃない。いいと思う。あ、一人でついてくのはありで。あ、そうそう、なんかその勝手についていくのは全然いいけど、じゃあそこペアでとかはなしで。
わかんなかったら聞くわ。っていうか、かん、白菜さんって誰？私、ガラコです。あー、初めて、ね。また2種類名前がいる人が来てしまう。え、これこの前もやったでしょ。うん、ガラコとしか呼ばれないから。確かに、じゃあ白菜って呼んでくれよ。白菜。まあ、まあ、できるだけ発言前には名前言うように。はい、結局前回全くやってないんだけど。それやらないと難しい。例えばね、いや、しゃべるもガラコですって言って。そう。オッケー。ちょちょちょ、ガラコーって言う。え、誰だ始めようぜ。でも新年一発目はインポスターがいいな。もうインポスターが下がって。インポスター、インポスター。しー、まだ聞こえるよ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 。タコブリオタイ、タコブリオタイ。タコブリオタイ、オツ、カシユカ。もしもしもし。はい。もしもし。おー、紙ボタンですね。素敵だ。ホワイト言われるのを得たので押しました。終わってたよ、覚えげ。やったね。俺も覚えげちょうど終わったとこだったから、ね。俺は終わってないよ。紙ボタンだわ。紙だった。俺始めたばっかなんだけど。じゃあまだいいじゃん。終わってない組だ。終わってない組だな。おかしいでもなんだよな。キルクールアルチにナビゲーション。シールも大。直前に見たぞ。あれ、ま、俺も見たな。アドミンにいたよね。どこで死んでた？アドミン。あ、なるほど。セルフか？ウキウキ控えめで。アイアムシーレモン。直前で見た誰？俺は見た。タコさんも見てるよね、うん、多分。見てる。アドミンから出てストレージですれ違って俺はシールズまで行ってだってぐらいで死んでるから、アドミンで死んでたならまあタコさんはないとは思うわ。あ、その時いたんだ。あ、てかそのアドミンにタコさんがいるところに俺が後から入ってって、うん、ってでタコさんが先に出てってるから、でその時にカシオカがすれ違ってる。うん。その後すぐ入ってきてる。でその下から回ってきてアドミンに入ったら死体を発見した。その間誰かと会いました？薬島さんとは会いました。まあ、じゃあ俺がストレージでゴミ捨てしてる時かな。私とラザニアは多分違う。ウェポンズでチュインチュインしてたから。あと今の会議で右行った人は最初会議後右行った人だっていう。タイ携帯タコ箱さん右タコ、うん、携帯ラザーあーだ、ね、会議後すぐだよ。会議後すぐ右行ったのは会議後会議後は行ってない、うん。携帯あとましただったっけ。もう一人いたよな。アイシーレモンブリオさん。あとなんだっけ、緑いったけど黄緑だったかな。タコ
いや、ブリオさん今いたみたいな言ってませんでした？あ、ブリオさんも右に行ったと思う。行った気がするから。ブリオ見ました。ブリオさんと私はカフェテリアでタスクした後に右行った。まあ、今の目撃証言的にあるとしたら、薬師丸タコ二郎か、シーレモさんセルフかどっちかかなって。え、右はあるでしょ。右が、右はまあ一応弁当もあるでしょ、普通に。ああ、そうか。ないともいい、きれいと。直前だったらウェポンズでチュインチュインしてたのは。うん、直前だったら。だったらまあそこはとりあえず追わなくていいんじゃない？ウェポンでやってた組は。うん。とりあえずまあ、押しますわ。はい。誰だろうね。直線って考えると薬師丸さん。うん、でもいられてる時にやるのかな。はい。またじゃあタコからちょっと話すと、ストレアドミンから出てストレージの下にゴミ捨てしに行くときにガシュがちゃんとすれ違ってて、でそこにゴミ捨てしてるときに右から K さんが来たって感じ。うん、そうだね。で俺は右行って最終位置がシールズなんだけど、シールズのあのタスクするとこ下からブリオさんが出てきたってで終わりか。ガシュがでもアドミンだよね。うん、アドミンだから、ね、ブリオさんが右下にいたのはまあ、うん、できるはできるかなぐらい。まあ、ちなみに俺は薬師丸は、タコさんが出てった後にカシオカが入ってきて、そこですぐ俺はすれ違いで出てってて、ストレージあたりで停電になったので停電直しに向かってたので、エレクトリカル付近で最終そこ計算とかと合ってない、見てないかな。ちょっと俺もその辺いたからわかんねえな。ちなみに死体なんだけど、アドミンのカードリーダー側で見つけた。ああ、奥なんだな。うん、まあでもシールモさんセルフは水気を済んでの停電中だったし、なんだろうね。停電中だった。停電中のセルフはな。リポートが出て、あれって思って探したらカードリーダーのところにいたって感じかな。弁当の可能性を考えるんだったら、私個人的に退散もあるのかなっていうのは。停電になる前にカフェテリアのところで退散とすれ違ったので、うん、右下付近。そうですね、右下付近で。退散はそこから来た。弁当ってこれナビゲーション初手ナビゲーション行って、ウェポン通ってカフェテリアあたりで停電になって、アドミンの真横通ってた。それ証明できる人は。うん、白菜とかがあのバキュンバキュンしてたのは知ってるけど、多分いやそれは当てになんないよな、弁当の話だから。そうね、まあ、最悪島がちょっとあれかなぐらいか。でも右他の人が分かってなくないか。無料さ、正直ペアもないし絞りきれんよな。ちゃうかな。苦手なんですよね、一発で成功しないと。ちI'm sorry.
あー死んでる。だいぶ死んでる。うん、二人死んだね。死んだね。エレクトリカルオークラザニアさん。ふむ。うん。た人は？ここさん下の方出てったけどな、リアクターの後。わかんないな。下行った人は。ドアから、俺はドア側から一緒に閉じ込められてた。ドアエンジンで。俺それより先にもう右抜けてるわ。ほんと最後の方すれ違ったよね。他には、うん、だからさっきのリアクターを下行った人。私セキュリティ行ってます。上戻った。シロさんはそのセキュリティからどこ？セキュリティからロアエンジンまではブリオ君と一緒だった。でロアエンジンで別れたって感じ。うん、そうだよね。ブリオ君僕はロアエンジンでタスクして照明室に入ろうと思ったらドアが閉まって、そこから保管室に行きました。それか。俺がラザニアさん発見するまでにすれ違ったのはブリオさんだけだから、ロアエンジンで。で、タイさんが先に抜けてるっていうのが、ああそうだね。うん、さ俺右で死んでると思ったから、シールズナビゲーションで行ってウェポンって行って、アドミンって入ってって感じかな。まあ、前回も浮いてるっていうのあるし。タイさん、ネキってさ、リアクターいたの？いた。あ、いたんだ。ネキはいたね。その後ってことでしょ？ココさんもいた。あ、その後ってことか。ココさん俺がネキより先に、ネキより先に出てるよ。ココさんもリアクターいたんだよね。ココさんもいたね。わかんないな。俺押すわ次。はい。計算殺されてるし。マジか。なんでだよ。下行ったの誰これ？仕入れも行った。停電？停電直して行った。仕入れも行った。私もチコタンも行ってるよ。俺も行ってるね。ガラコ、チコタン、仕入れも。あとわかんない。三人だけ。計算はね。停電になる前までは一緒にアコにいた。で、カフェテリアの周りにいた。ボタン周りに。停電直したのは仕入れもガラコ、屋久島？そうだね。死んだのは交換で、わかんない。死んだのはカフェテリア。屋久島仕入れもかな。アイちゃん、ボタン押すとき周り誰かいるか確認した？いや、見てない。ボタンしか見てなかった。あ、うん、停電してるもんね。釣っていい気もするな。いやー、それは早いんじゃないかな。いや、まあ1回目、2回目ここも。いや、ラザニアさん死んだ時もさ、ラザニアさんより俺先に出てるからね。それは、下にまあ証明できない。誰かで見てる。役者を見てるでしょ。役者を見てるでしょ。リアクター。そこで見えてないよ。それは見えてるでしょ。まあそこで見てたとしても、全然エレクトリカルでやってる、やれない理由にはならないならし。あと、まあ一応、計算とブリオさんがいた。その、下の周り。うん。あ、てか、リアクター、俺、下降りたときに、ブリオさんとすれ違ってるわ。どこで？ロアとエレクトリカルの通路ぐらいで。いや、計算がどこで死んでるのかが、あれだな。うん、でも、そのボタン周りだと思うんだけどな、回ってたから、停電前。いや、ただ、俺、白だから、普通に。いや、1回目の感じ、ブリオさんも全然、あ、シールズ行ったから、なくはないけど、シールズの下からわざわざ出てきたから、そこの下でタスクやってたと思うんだよな。タイちゃんが最速で抜けてるんだったら、ブリオさんは逆にしどくないか。ネキだってリアクターいたんだから。10秒あと10秒あと10秒。もうタイさんに入れる。
やーった。ああ、ウリオさんだったらうめえな。やかっ。マジでマジで。お前。やばいな。最後焼くタコでしょ。え、ヤクシーじゃないの？ち、ヤクシーです。あ、ヤクシーか。ヤクシーでしょ。停電全然直さないんだもん、シールもさ。なんか、やべえ、こいつだと思って直して、うわー、ボタン間に合わなさそうと思って間に合わなかった。押せたので押してみました。お願いします。はい、それでタイさん連れてなかったらもう終わりだからもう一人、いやうん、いや、わかんないんだよな、ぶっちゃけ。どうだろうね、なんか、トリ、連れてんじゃないかな、連れてなかったら、入れるでしょ、普通にサボタージュ、今。うん、まあ、普通に扉閉められただけだけど。まあ、扉閉めちゃったから、サボタージュちょっと遅れて、俺がボタン間に合ったっていうのも。うん。え、それはなくないか、普通に両方間に合うでしょ。ボタン、扉閉めるタイミング遅かったから。間に合わなくない、多分サボタージュ。ああ、そうなのかな、うん、分からん。結構閉まるの遅かったと思う、さっき。抜け、え、その、今さっきだよね。うん。で、そうね、メットベが抜ける時間もあったし。ブリオさんは結構、なあの、うん、見てるから、微妙なとこなんだけど、まあ、あのシールズの感じ見たら、俺、白だと思うんだよね。タイちゃんで連れてると思うけどな。まあ一番最初に抜けたって。そもそもだって俺ここさんと一緒のタイミング出てるのに、なんで俺だけタイちゃん見てることにされたんだろうっていう。でも逆にタイさんから、まあわかんないけどメタ的なあれだったら視界が広かったとかそういう話。ああ、そのチコタンだけそのまあ視界に入ってたとかそういう話なのかな、わかんないけど。まあわからんな、お顔も全然見てねえから全然わかんない。でもわかんない、そろそろぼちぼちなんか絞れそうなとこあれば。コードやめよう正直私視点今回マジで誰かわかんないから、ね、最初だってタスクってどくらいをゲージ積んでたか見た。ゲージ半分ぐらい、うん、半分じゃきついよな、もうタスクが狙うのも。もう決めないといけないけど、まだまだ早いか、一人連れてるって考えるんだったら、ね、うん、連れてるっていうのは手で、まあ、もう2人だったらほぼほぼない、絞れない。スキップに入れてよ、とりあえずスキップ、うん、白く見えんだよ、こわ。薬師はまだ発言に見える、ね、薬師は黒だなって思っちゃった。対戦ありがとうございました。確実に見てたもん、薬師はうざいや悪い、最初に殺されちゃった俺が悪いよ。お子さんのセルフはここでやるかって感じだな。停電中って分かんなかったのかな。ああ、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 負けちゃった、負けちゃった、果たしてしまったな、シキデモさんを。ありがとう、チコタン、間違えてレポートしちゃった。もう、シキデモちゃん寝ちゃうの。何よ。逆にでもあれ、良かったんじゃない？あれ、停電中にレポートしたから、逆にセルフの線薄くなったから。停電って分かんなかったんじゃないの？うん、普通に弁当入ろうと思ったらレポートっておっしゃっただけ。え、計算は、計算は、え、計算エレクトリカルで殺したよ、エレクトリカルで停電直したのか。そっちの話全然わかんねえから。そう、シールモさんさ、一生直さねえからこいつ絶対黒じゃんと思ってさ、直したら殺されるんだろうなと思って死んだ。計算ボタン周りいたよね、停電になる前するぐらいは、うん、いたよ。それ何もわかんなかったからな。やっぱあれだね、手や禁止強いね。強いね。てかチコタンがあの停電で殺さなかったのって何、まだクールタイムがあれだった。ん、あの最後ってこと？最後の方、そう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 。計算殺した時だよね。あ、そうそう、その直前一緒に走ってたじゃん。あれクールタイム、クールタイム。あ、なるほどね。ガザニアさんはシーレモさん？いや、あのエレクトリカルでココラザで死んでるよあれ。ダブルキルで。マジで俺ちゃんといいかと思ってたら。ココさん弁当の上だったから。あー、ギリギリ見えてないのか、あれ。
すまねえ。すぐ死んじゃったよ。いや、死ねようとマジね、ナイスだったね、カシオカ殺したの。なんか無防備だったから。いや、でもね、あそこ、屋久島もあれだったんだったらもうどうしようもなかったね。どっちにしろ死んでた、まあね、いや、どっちにしろっつうか、屋久島しかもう仕入れもさん、セルフで詰められる人いなそうだったから、屋久島もあれだったら無理だね。いや、なんか別に狙ったわけじゃないんよ。柏木さんがめっちゃ無防備だったからやったと思って殺してピッて。いや、でもセルフ強かったと思う。セルフしなかったらバレる。あの場面のセルフは強いんでしょ。うんうん、やったー。停電だったしね。いや、マジで何も見えなくなるな。ブリオくん、ついていけた今の会話。いや、あんまり。いや、でも大丈夫。今のは、あの、屋久島が基本的にはぐらかしてそれで終わってた感じだから。そうだね。上手だった、怖いよ。いやココさん良かったね、今日もちゃんと怪しい人を教えてくれるから違ったけどね。いやね、違うんですよ。ハイさんかわいそうと思って。本当に違うんですよ。いや、いいね、俺もね、だから適当にね、誰かすると楽しいからいいね。そういうのになんかおじけづいて情報出せなくなる方がダメだから。そうすると今みたいなの結局釣れなくて負けちゃう。そうそうそう。あのなんかそれで、ね、大丈夫。それでだって釣られるとこまで行くのは大ちゃんが悪いからね、単純に。大さんなんか、うん、まあ全部ちょっと弱々怪しい感じの、まあ、ちょっとね。いろいろな誰もいなかったなーって感じだった。ペア禁止なんだったら結構釣りに行かなくちゃだから別に釣りに行くのは正しいと思う。もうガシガシローラーしに行かないと釣らなきゃ難しいね。ペア禁止だとこうなるんだね。むしろ人が多いうちに釣っていかないと、うん、釣るタイミングなくなっちゃうだね。まあこれでまああまりにもインポスターが勝つようだったらちょっと考えなきゃいけないね。まあ1ペアだけ OK にする。頑張ろうぞ。そうだね。指導側はカシウカを生かさないとダメだから。でもさ、わかんないんだよね。いやでも俺もね、あのね、50-50だから釣りに行く人。まあ、カシウカを生かしとかなきゃいけないけど、カシウカに近づきたくないんだよな、正直。そう、モロハの剣なんだよ。俺、近づくとみんな逃げるんだよ。だって怖えじゃん。その怖いんだもん。あの、ソーシャルディスタンスお願いしますって感じ。残るぞ。頑張るぞ。一生くるめてやってな、もうここ4日くらい。まあいいんだけど。禁止で1回くらい。リアクター、メルトダウン。あれ、タコさん、ヤクシマさんかな。ヤクシマバラコ。ヤクシマガラコ。ヤクシマガラコ。いっぱい。タコさんいなかったな。タコさん対戦いなかった。死んでんな。かわいそう、ブリオさん。かわいそう、初心者なのに。どこ？え？いや、エレクトリカル。え？らしい。え、つかラザニアさんがもうすごい黒いけど、うんうん、あのめっちゃ黒いよね。エレクトリカルの奥の真ん中ぐらい、ベントからちょっと離れてるぐらい。あのレッドハート引かなかった。右上でさ、3つボタン押すやつやっててさ、で停電しててさ、でも終わってから行ったらさ。死んでたんだよ。なんでラザニアさんが黒いの？え、ラザニアさんの位置から引かんない？え、だって、俺から行くと、あの、停電したじゃない？うん、で、停電向かってて、停電の時に、たぶん、ココさんとかと、私いましたね、タコさんも多分、ちらっと見えて、そこでタコさんとかが直しに行ったから、うんうん、じゃあもう上のタスクやろうと思って上に上がったのよ。そしたらラザニアさんが右にいて、レポートが光ったのよ。うん、でも光んなかった。
嘘聞かない。多分停電終わった後、停電終わった後、俺もあの123のやつ行ったけど、そこれも光ってないから。あ、そうなんだ。多分光ってないはず。俺が見逃してるんだ。あれは。誰にいたのは。ココさんの話聞こう。あ、ココさん、ココさん何？最終位置ってみんなどこら辺ですか？俺、屋久島ウェポン。リアクターです。回路は。その実はそのレポートがある前にイベントが動いたのを見ていて、うん、多分そのどうやってつながってたっけ、ブリオさんを殺した後にエレクトリカルのベントに入って、うん、セキュリティかメッドベイのどっちかに逃げたんじゃないかなっていう。そうするとエレクトリカルにいた人は逆にすげえ白いよ。あ、そうね。それって何、解除したところから見えた、あの停電、あの停電を直したぐらいで見えて。ああ、そしたから見えたのか。割り込んでいい？ああ、そういうことか。はい。ヒーラー割り込んでいい？セキュリティに入ったんだけど、そっから大佐が出てきたの見た。マジで？あ、俺セキュリティ見てたからね。あ、出てきた。ランプはついてたね。ああ、セキュリティ。白菜最終位置。うわ。こっちは？オッケー。ヒーラーもセキュリティ担当します。はい。はい。ミスったの。良くなかったな。良くなかったな。リアクターミスったの。誰が直すやろ。押さないじゃん。遅すぎない？遅くない？ワンチャンワンチャンやってからと思って。やれてたでしょ。いや遅すぎる。遅すぎるでしょ。待って、カフェテリアにずっといたよ。いや、ボタンなんですか、押さないの。いや、連打してたっていうタイミングではない、絶対。いや、まあいいよ、石井レモさんの話聞くか、じゃあ。石井レモは、ロアエンジンかアッパーエンジンで、エンジンを水平にしてるゲームやってて、それからセキュリティに行ったんだけど、セキュリティに行くときに対戦とすれ違ったっていう、それだけ。そのタイミングはレポートなるちょい前ぐらい。ちょい前、本当だって私がセキュリティに入ってセキュリティ見ようとしたらレポートが鳴ったんだもん。え、セキュリティの、あ、まあそうだね。十字路の真ん中ぐらいですれ違った。俺セキュリティ見てて停電になったの気づいたから。うん、十字路ですれ違ったね。じゃあ弁当は対戦最後ロアって言ってたっけ。俺最後ロア。あ、誰かカメラ光ってるの見てなかった？カメラ光ってるのは見てたよ。え、でもさ、ここさんさ、停電開けた直後にさ、弁当動いたの見えたって言ってたから、大佐じゃないじゃん、そしたら。じゃあ中にいる。あ、中にこもってる可能性もあるし、なんならまあ別のとこ行ってる可能性もあるし、全然大佐の可能性もあるけど。弁当、まあまあの見間違いもあるかもしれないので。まあ名前が出た中じゃ、大ちゃん、シーレモさんが怪しいか。うん、そう思う。だから押した。そう。でラザニャンもまあまあって感じなのか、カシウカタン的な。そのベント、いや、ベントが動いたのが本当だったらラザニアさんは白くない。うんうん。ただそのかもしれない状態、ここさんも別にめっちゃ自信があるわけじゃないって感じだから。停電が開けた時にベントが動いたの？その停電が開けるぐらいの時にあのベントが動いて。でもね、俺あの死んでたのがベントの真上じゃないのよ。暇な時さ。左側のだから、もしベントが動いたんだとしたら、セキュリティの十字路ですれ違えるのはどうなんだろう。逃げるのか、逃げないさそうです。メッドベイン逃げたってこと？真上じゃないよ。うん、わかんない。ベントの中ぐらいのレベル。うん、で、レポートしたタイミングで、まあ、多分そこはほとんどの証言でズレがあると思うから、微妙だと思うけど。ちょっともう一回、私が。押します。はい、あと場所
見られ他の人の場所かな、うん、エレクトリカル以外の人系はリアクターです。計算どこリアクターです。覚え毛最後でミスって長い見えてましたあるある。あ、計算がそのリアクターで覚え毛やってるぐらいは見てません。それで下移動してる時に停電が入ったぐらいだったんで、確か多分ここさんと俺って同じぐらいに出てったよね。そうです、ね、それで見てるよね、はい、でタイフィルモがセキュリティで白菜が私はエレクトリカン、ここさんのちょうど後ろぐらいかな。え、いたの。あ、いたうん、いた。あの直してるの入るぐらいじゃないですかね。そう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 、私ってその弁当が動いたなと思って一回セキュリティの方に行こうとしてたんで。あ、じゃあここさんに見えて俺は見えないぐらいの位置か。そうですね、ここさんにはもう私がエレクトリカルにいたな見えてるはずだけど。あ、シューパーのセルフは仲ないとは思うけど。あもちろん、わかんないよ、わかんないよ。さすがになんか見えるんじゃねえの、しぶきとか。めちゃくちゃ痛い。でもネキ右でしょ、んネキ右の右上やってたんでしょ。ネキ右上だね。で、しぶき左に飛ぶから。見えないじゃない、左側でやってたの。来るのは見たよ、そのレポートの前に。あ、俺、まあ、あの停電解除前にやろうとしたからね、あのタスク。まあいつタスクが終わるかわからんのに、その横でやるってのはきつい気もするけどね。ヒヤヒヤするよね。うん、停電も。まあそのタスク読みでやってんだら。いやもうわからん、カシューカさんはもうわからん。まあ大評価しすぎなんだけど、ね。うちの対してでもが怪しいぐらいで。計算だってなんかやれる位置じゃない、まあ、やれる位置だと思う、全然。でも、タイちゃんがセキュリティでカメラ見てたのは相当きつくない？メッドベイまではいけないでしょ、だって。分かってんのか。うんうん、俺、そこには見えてなかったけどね、計算は。逆にリアクターにいたのはもう誰か分かってんの、うん、てだから、計算。どうだろうねー。怖い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 、やだやだやだ、ベントの前立たないで。え、いや、まさかねえと思うけど。あー、ピコピコピコ。待てよ、タコさん見てたぞ、私。どこだ？メッドベイ。メッドベイ？メッドベイ。メッドベイ。メッドベイ人いなかったよ。アドミ見てたけど。ああ、結構最初の方。あ、じゃあ、最初の方か。まあ、結構時間経ってたけど。あれ、見間違いかな？ごめん、ちょっと今の情報なかったことで。まあ、でも、大きくなってるし、左側なんじゃない？あれ、今の。対抗が出てこないんだったらタコさんなんじゃない？うん、右側結構しといた気がするし、うん、と右側が確か薬島さん、ガラコさん、ラザニアさんが見てました。タコさんはずっといたの。ああ、見てた。俺もいた。怖かったですね。めっちゃ怖かったっす。殺されると思ってなかった。ちょっとまあわかんない、そのタコさんがどこに死んでたか結局わかんないよね。ごめんね。まあね。いや、アドミンは何もなかったな。え、でもね、あのタコさんね、あの今までの会議の終わるたびに右側に左側にずっと走ってたのよ。で、左にいっぱいタスクが。え、右側じゃない、左か、左にすげえ走ってたのよ毎回。まあ O2 もなってるし左側じゃない。あ、そうか。うん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 。
右側はなんかわりかしずっとうろうろしてたけど、うん、そういうのなかったから多分左から。あ、スクエアズにうろうろしてたの？違うでしょ、見てたでしょ。私と一緒にいたので白なのはわかります。あ、まあこれに関しては関与してないと思っていいよ。そうですね、うん、そうそうそう、うん、今回マジでずっとここさんといたからな。だからこっち側が屋久島、白菜、ラザニア、ここ、うん、ここはないはず、今回のに関しては。はい、もう右側行ったよ。もう右側行ったよ。私左。いや、タイちゃんとかは最初は右いたけど、その後はわからない。アドミンで仕入れもさんと合ってる、俺。計算と数字合ってる。めっちゃ出てからアドミンした。そうか。どこまで行ってても左に行ってないし。ねえ、みんないなくなんないで。怖っ。手帳系ですが、初手 O2 行って、はい、O2 側のあれを、まあ直してウェポン側抜けて、アドミンの方行ってシールズの配線やってるところでレポートなりました。アドミン前でカシウカさんすれ違った。カシウカさんだけ大さん、俺、はい、アドミン前にはね、はい、何回か行ったけど俺は覚えてないな。記憶喪失か。いや計算わかんない、見て、ね、見たっけ。橋がさんだったと思ったけどな。でもその辺にいたよ、俺は。なんかまあだからどっちも見てる可能性はあるってこと、うん、だから計算は。シーさんは見てない。俺を太陽。はい。ごめん、覚えてない。けど見てないって言った。嘘。ダウンロードしたのは見てるけどね。アドミンにさ、最後の方のタイミング、俺がボタン押す前のタイミングで入ったらさ、多分タイちゃんとシーレモさんいたと思うけど。いたいた。ダウンロードしてるの見た。シーレモさんはメッドウェイからどういうルートだったの？メッドウェイで主役の試験管に薬入れた後、そのまま上にもらってカフェテリア通ったアドミン。そんだけしか動いてないの？うん、そうだよ。いや、つってもいいよ。だタイカシウカシでも系は全然ありえる。そうだね。タコさん系に関してでしょ。タコさんには関して、うんうんうん、ブリオさんがエレクトリカル側にいたのがカシウカネキ、うん、お子さんもありえるし、ガラコもありえるし、そうそう、これマッシュドやんけ。屋久島で逆に誰も場所見てないんでしょ。うん、それは。あ、まあそうだね、タコさんにメッドベイにさっきいたんだったらったブリオさんは全然わかんねえ。むずなんかブリオさんの方が潰れる気はする。もう一回押す、誰か停電あったからね。一旦タスクわかんない方が絞れる気するけどな。僕じゃないよ。
カシシ…え？やだ、死にたくないでござる。怪しいボタン押し行こう。うん、うん、死んでない。ああ、死んだ。ナイスナイス。いやでもナイスボタンだね、死んでると思った。 いいでしょう、うん、コミュニケーションだから死んでると思った。そのタコさんの時って、うん、橋岡はどっからどう動いたんだっけ。俺ストレージ行ってゴミ捨てして、で給油して、ストレージで配線してアドミンに行ってって感じ。俺もね全然動いてない。全然動いてるな。その最中、その誰かに会ってるの、カシオカ、シーでも携帯は、まあ、K さんとかあれか、カシオカとかがすれ違ってるのかも。サドミンで見てるって感じじゃない。 K さんは正直覚えてないんだけど、でもシーレモさんとダイちゃんは見てるよ。まあ最後に見てるのか、うん、まあでもまあボタン前は正直そんな関係ないからな。これタコさんは左行ったで確定でいいの？いや、だから逆に左に行ってないんじゃないかなと思ってたんだけど、あんだけずーっと左に走ってたから。なるほどね。でも死んだ時間にもよるけど、ウェポンズ O2 ナビゲーションシールズには少なくともいなかった。いない、見てないですね。うん、からまあ左かもしかしたか。だってメッドベイで見てんでしょ、シーデムさん。タイちゃん、誰を？タコさんを。タコさん見てる。まあ、だからどこが嘘かだよな。右は少なくともあれだけ人いて全員タコさん見てないって言ってるから。でもそっちの他のあと4人だっけ？とりあえずタスクする？タスクして、まあボタンは適宜ちょくはい、うん、はい、シールも入るな。シールさんだったとして、タコさんのメッドベイ情報を出すメリットがあるのか。でも違うけどね。みんな来ないで。直すの苦手なんだ。やべえ。あー、どこ？え、
あれだけど、ナビゲーションとシールズの間の通路。ナビゲーションとシールズ。で、シールド寄りだにちょっと寄ってるぐらい。え、じゃあさ、電波妨害来た時のタイミングとか。そうだね、そうだと思うよ。え、シーレモさん、そっちから来なかった？シールズは通ってた。いや、シールズ通るってことは、ナビゲーションからのシールズの通路通るでしょ。通った、同じ。ナビゲーション、シールズ、コミュニケーションズって言った。でも殺してない。見た、屋久島。いや、見たも何も、あんなレポート光らないのありえない。あ、何、空のど真ん中な。まあ、道だからさ。いや、私、本当にいなかった。いや、シーレモさんに入れる。いや、釣ってもいいけど、カシューカさんも殺してほしい。ローラーする。いや、まあ、でも俺これでローラーするの悔しいな。え、マジで見たのもん。嘘つけよ。本当だよ。先に使用証明だけ簡単にしとくと、うん、あ、計算ここさんはないね。そうです。あとガラコさん、うん、ラザニアさんもアドミンのところに障害が起きるまでいたので、うん、閉じ込められて、アドミンてかコミュニケーション、ね、ラザニアが、あ、そうそうそう、コミュニケーションの時はラザニアの近くにいた。ここに俺はいたんだけど、でもタイさんさ、最初の方はアドミンいなかった？最初はアドミンいた。アドミンいて、はい、でコミュニケーションのあれが鳴る時は俺左に行っててアッパー行ってた。今回に最終、今回に関しては計算は、え、俺計算はないと思います。コミュ直してるだけじゃない。あ、もう見えてた。はい、結構こう、まあ、私多分ラザニアも違うと思う、うん、まあ、俺もアドミン見た時にナビゲーションに2人いたのは、え、でもローラーするならシーレモさんからやってほしい。それ私はシーレモさんに入れます。私のこと殺すならマジでローラーしてほしい。まあ別に、どっちかにはいるんだろうし。なんで隊長に入るの？むしゃくしゃして誰か入れただろう。ええんですか。マジか。まあそうなんだろうな。やっぱ周華さんね、わかんねえんだよな。でも、タコさんできるかって言われたら厳しいような気もするけどね。かわいく止まった。しゅうかちゃんをどうするか。わかんない。ここで起きてないんだったら、多分二郎はないと思うけど。え、ここで起きてないってどういうこと？え、だって色残ってたら今のタイミング多分扉閉めてリアクター、扉閉めるのとリアクター結構時間がばらけてたからダブルキルできるタイミングだ、うん、あ、来るタイミングもうあれか。そうそう、停電の時の計算殺しみたいな感じで間に合う。そうそうそう、あのダブルキルが起きてないってことは多分一郎連れてるんじゃないかなと。まあただリアクターがラザニアさん多分最速だから何とも言えん。あのだから二郎いたらさ、二人殺したら勝ちじゃん。いや、うん、それはわかるけど、それはそう、さっきみたいに言えると思うんだけど、6人だから、うん、そうそう、あのボタンでさ、俺もボタン押しちゃってないんだけど様子見てたのよ、うん、あのそしたらゼロになる直前ぐらいでリアクターをされてるから、まあ、多分いけると思うけど。なるほどね。うん、多分ここさんと俺がボタンの前にいたんだけど。うんうん。ボタンちなみにだからと誰が残ってんだ。言わない方がいい。ああ、ごめん言っちゃった。うん、かんない。お前鬼が把握してたら意味ないんだけど。そう、多分もう残ってる人数的に直近どうした人ばっかりな気がするから。釣られたくないアピール。さすがに今の釣られたら悔しい。うん、それで私今投票できないです。画面がバグってんで。あれも。どうしようか。まあ先にここさんはな、白い。タスクさ割と進み今回いいんだけど。いけると思う。私あと2個なの。うん、あと2個ね、まあ。結構残りは少ない。あ、あといくつだっけな。私もあと2個です。そんなになかった。俺あとエレクトリカルだけど。じゃあタスク、とりあえずタスクこなし、うん、タスクこなして。オッケー。OK。
ここさん投票できないのか。はい、できないです。いやこのタスクで鬼1なら勝てると思うけど、うん、そうね、一生か、いやわからん、ラザニアさんではない気がする。退散かな、ディレクトリー、あーそうか、それで負けでは、ルクル絶対間に合ってなかったでしょ。ナイス。いやローラーしないとダメだって。あれだけ発球かなんてさ、最初からさ容疑選手だったんだから。そうだよね。ダメだ。できない自信。死体ずらし上手すぎ。可視化死体ずらし上手すぎる。あそうだね。O2 だもんね。いやー、私弁当勘違いですかねやっぱ。いや弁当僕がキルしました。あ、タイさんが、そっからセキュリティ出て、ね、あんだけ人がいたらレポートしないわけにいかないからさ。え、弁当はちなみに何も誰も触ってない。いや、弁当俺停電中にさ、弁当開くの知ら、あの開くの見えるの知らなくてさ、いや多分終わったから見たんじゃない、あ、終わったから見たの、ガチャって動くのは見えるので、ここ全部見たのかな、え、停電でも動くのは見えるの、見えます、確かに。しかもあのその時死んでたの誰だって、ブリオさん、ブリオさんか、ブリオさんね、弁当の真上で死んでたよ。そう。そうじゃん。真ん中って言うんだけど。何から何から。そりゃ、そりゃ。そこのずらしもね、マジ。もう死んでる。強い。しかもさ、私毎回ちゃんと退散に入れてたしさ、橋岡さんのこともローラーしてほしいって言ったのさ。そうだからね、いやこれはね、行こうかと思ったんだけど、あの薬島死んでたから、あの仕入れもさんをおとりにしてローラーかけないでいけるなと思ってレポートした。あれはね、マジあのローラーをするかしないか、しっかり話してからタスクで勝てるかどうかの話しないと。でもね、薬島が死んでて、シーレモさんが先に釣られればローラーまでいかないっていう自信があった。まあそれはそうかな。シーレモさんね、ローラー結構完全派だから。あとあんまり関係ないけど、シーレモさん俺をメッドベイで行ってたってめっちゃ自信満々に言ってたけど、俺メッドベイなんか行ってないよ。なるほどな。それは嘘だね。タコさんはどこで死んでたの？俺ロアエンディング。シールモさんがちょくちょくこうなんだろう話聞いてたら一人の時多かったじゃん。いやカシオカもじゃない？いやわかんない、そのちょくちょく途中で見てるみたいなのは最終的にみんな集まっていたけど、なんかどうしても怪しく見えちゃったんだよな。これはでもタコさん殺した時はもうタコさんと二人きりでロアエンディングしたよ。タイさんちゃんと疑ってたし、役所タクシカシオカさん。ローラーしてほしいって言ったし、まあ、最終的にはめっちゃ、ね、めっちゃ綺麗に合ってた。まあ、それからどうこう言われるのも全くないわ。ケイさんめちゃくちゃいい読みしてたんだよな、そこでダブルキル起きないの、単純にどこ他のタイミングとキルクルタイム的にできてないだけっていうのは、キルクル全然間に合って、全然つか間に合ってないぐらいでしょ、ね、2秒ぐらい足りなかったね、早かったもんね、結構。いや、まあ、むずくね、それはもう。いやなんかローラーするかどうか話し合ってよ、ちゃんと。いやそれはね、シーレモさんがいたらローラーできてたと思うけど、先にシーレモさんを落とせればやんないシーンがする、ね。そうだけど、まあ、横で一郎もそういうのみんな思うってなってて、もう6人だったから全然ローラーしてもよかった場面だったね。そうそこであの悩んでしまった。そうだから怪しいと思うんだったら。ローラーするべきなんだよ、ローラーするべきなんだよな。だからそれって別にローラーって一人で決めるわけじゃないから、結局みんなで合わせなきゃあれなんだから、別にそれでミスったってみんなの責任になるんだからさ。でもね、いう話、俺が一人で決められてたからね、なかなか難しいんだよ現場にいると。そうね、あれはだって俺はローラーしたくればな、ローラーしたくないって強い意志だ。いやそう、もうファッションあのローラーとあの流された、そうね、あのローラーラザニアも一瞬なすられ、まあ最終的になすられてただけだけど、かけられる側に委ねちゃダメだよ、ローラーするしないの判断を、うん、そうだよね、そうだな、それが一番、それ以外で学んだ。確かにそれはされる側は絶対、そこちゃんと決めてから他の話した方がいい、うんうん、いいんじゃないか。
そうだ、ね、マジで頼むよ。じゃあ迷った。シルモさんなんかさ、タイさん役者を下ろしたの落とすの。俺ね、もうあれね、あれね、ボタン押したかったんだよね、俺も。ほんと最初の方にもうタイちゃん明らかにいる場所おかしいんだもん最初。あ、そうなんだ。でも役者ボタン使っちゃってたし。そう、使っちゃってたの。でもうコミュ来た時にタイちゃん来た時点で、あーこれ死ぬなって。でも屋久島の死体見た時ね、マジで迷ったんだけどね。そうね、ちょっとうろちょろして止まってたもんね。そう、どうしようと思ったけど、そこで死体の位置ずらしてシエレモさんになすって、シロさん先につってなんかね、うまいこと言えばローラしないんじゃねえと思って。なんか日本結構歌手家さんが多かったですよ。そうね、2回。いや、まあブリオさんはね、まあ、ここはなんかさ、やらざるを得なかった。死体の発見が多いのは別に死体を探す動きをしてましたで終わりだから。そうそうそう、うん、別にそんなに判断材料にならない、まあ。今回まあ押さざるを得なかったけど死体の位置をずらせたのは、まあ、俺がよく。そうだね。うん。落ちのとこはまあ。タイちゃんインポスターの時ね、会議後ドア閉まってる時、昨日一昨日前やった時もなんだけど、左下とか右下でいるんだよタイちゃんいつも。怖どっちから殺そうかなみたいな。微妙にドアの前にいたら、クルー側から見えないところにいるのよ。さっきもそうだった。ベントの上あたりにいて。いる。そう。だからもうこれ、まあ、下行っても右行っても言えるようにしてる。そう。まあ、ああ、初手右行ったよって言いながら下のやつ殺してるから。まあまあ。なるほどね、だからね、結構分かりやすい。いやでも今回ね、シーレモさんはね、一番推理良かったよ。やっぱね、シーカさん何でもすんな。でも、屋久島落とせてたら殺そうと思ってたけど。え、なんかさっきシーレモさん何つった？あ、シーレモさん今回推理一番良かったよ。やったー、で、分かってたもん。発言よく歌手方おかしいし、タイさんは絶対弁当でできる位置にいたんだし。今回な、俺が全く殺害が起こってる側にいなかったから何も分かってなかったんだよな。いやでもよかった。でも屋久島残ってたらし、ローラーしようって言ったでしょ。俺残ってたら言ったよ。だからやっぱそこ2人落とせたの。様子がっつって。そこ2人つが屋久島殺せてシーレモさん先に連れたのか。だからもう基本的に歌手家がローラー候補に上がったらするべきなんだよどう考えても。そういうことだよな。一目たじゃん。誰目線からしてもそうでしょ。あ、タコツは落ちちゃった。毎回ホスト待ちでゲームに戻った時誰かは全裸になってんだよな。でも始まれば変わるんじゃない？変わらない。もうインポスターやりたい一生。やだやだ。いや難しいねこのゲーム。初手ダウンロードって一番やっちゃいけない気がするけど。はい、今回はミスらない。Thank you.
あれ死んでるわ。いやこれはい、うん、多分シーレモさん最終目的俺かな。セキュリティで一緒にカメラ見てた俺。カメラ光ってたね、すげえ長い間。あーすげえ光ってた。台は台は見つけてないでしょ、ボタンでしょ。ボタンです。最後の最後で本当にボタンを押される、まあ5秒ぐらい前に見つけてて、セキュリティにいて、俺アッパーエンジの方に出て、その時カシウカとすれ違ったぐらいかな。俺いたね。うん、いや停電中くらい。シノさん見てないよ。うん、俺タイちゃんがし、あのセキュリティで見てたんだと思ってたからさ。ああ2人で見てた。そう、覗いてすらね。停電が鳴る前にシレモさんがセキュリティに行ってる時に一緒に一緒ぐらいに行ってたのがプリオ白菜だったけど、どこ？停電鳴る前にロアから上の方行ってたじゃん。あー行ってた行ってた行ってた、うん、プリシー白菜が。でもシレモさん秒でいなくなったな。あでエレクトリカルにいたのがラザココだったけど、2人は俺行ってたよ。あもう一人いたのか。エレクトリカル入る前の通路でブリオさんが左から右に行くのは見えた。うん、あ、それは多分私そこら辺行ったのは見た。うん、俺も見たな。で、色は変わってるなって思って。弁当、そうね、弁当開いてるのとか見てない？エレクトリカルで停電直した人とかで。それは見れてないですよ。見れてないです。直ってた。まあ、直ったからボタン押せてる。ボタン。うん、まあ、一応、容疑者。俺、カシウカじゃない。マジで他の人誰も見てないわけだもん。タコさんってどっち行ったんですか？セキュリティに行こうとしてた。エレクトリカル出て。ああ。停電前にアドミンで位置行ったの見てたから。うん、言いました。いや、ボタンちょっと早かったな。停電開けて生存確認した後でボタン押すべきだったな。セラはもうちょっと把握できたからね。中華殺されるかと思った今俺。やんねえだろ、俺もボタン待機だよ。中華さん仁王立ちしてるように見えたもう完全に。白菜の話を聞きたいな。俺とか中華白菜は、はいはい、シーレモさんと別れた後どういうルートで。それなんだっけ、手で前。私なんだっけ、左上のアッパーの方からぐるっとカフェテリアの方回ってで、アドミンで、ストレージの入り口でって感じ。誰か断ってる？一回カシウカタンとカフェテリアとメットベの間ぐらいですれ違ってると思う。そうだっけ？ねえ。ごめん。そうでしょ。マジで？いや、ほんと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 。そう。停電も何にもなってなかったし、普通にすれ違ってたよ。黒い。屋久島は？俺、リアクター終わった後、さっさと抜けて、タイちゃんとエレクトリカルあたりまで行ってなかったっけ、一緒に。行ってた。で、その後ストレージ行って、アドミン行って、アドミンで結構いろんな人を。アドミン一回会いました。会ってる気がするけど。アドミン、屋久島来てた。じゃあそこからセキュリティまではだいたいそこら辺、一緒ぐらいか。俺もでも、多分そのアドミン行った時誰かいたと思うけど。8週か俺、アドミンで行くか。てる気がするな。なんか4人ぐらいいた時あったよ、多分。シュウコさん、いっぱいストレージあたりで扉閉められてぐるぐる回ってたのか。あ、ぐるぐる回ってた。そうね、やってたわ。A さんは？リアクター後エレクトリカルやって、エレクトリカルでタスク行って、タコさん、タイさんとすれ違ってるかな、出口で。で、その後。そうだね。
ウェポン行ってチュンチュンやってる最中に停電になって、あー停電開けたらボタン押そうと思ってボタン押しました。あ、まあでもナイスなボタンだけどね、うん、どうなんだろうね、全然絞れんけど、まあ、普通に今んとこ対下周下じゃない、うん、うん、え、ブリオさん左に行ったとか言ってなかった、誰かタコさん左から右でしょ、左から右の方に、うん、タコさんがアドミンのあの人見るところマップのところで死んでます。タコさんじゃああれだぜ、俺すれ違ったぜ。もうカシュカちゃんアドミンいたもんね。で出るときすれ違って。うーん。え、カシュカがさ出ていくときさ、ラザニアさん見たの？もっと前に私は出ちゃったからアドミン。いやでも俺とネッキね出るタイミングね、ネッキが出た後俺も追っかけて出るぐらいだから、ほんま離れてない。じゃあ俺の見間違いやったらあれやけど、ナビゲーションのところ行って、ベント開いたような気して、そっからカシューカー出てきたような気がしたんやけど、まあ、気のせいだもんな。ナビゲーションには、ちょっと待って、ナビゲーションじゃない、ナビゲーションの通路のところ、あのアドミンからの、いないな。まあでも俺だったらあのアドミンから言えるけどね、でも出ない。その後俺見た。あのは分かんなかったけど。見た。ナビゲーションですれ違った。ナビゲーションの通路のところね。嘘つけよ。いやいや、すれ違った。ガチですれ違った。ナビゲーション通路？ん？あのさ、あの、セキュリティ、うん、あの、セキュリティ光ってついてるの見てた人って誰かいる？見てない。はい、あ、見てた、見てた。俺見てたんだけど、あの、カシオカは普通に、俺が見たタイミングだと、カシオカ普通にアドミンの出口のところから出てたよ。じゃあ弁当見間違いかもしれないけど、でも俺も見てたんでしょ。人がいたのかもしれない、まあ、通路にはいた。ナビゲーションから見た。通路にはカシオカいた。それは見てる。でもロアまではロアのタスクができるくらいには行ってたから私も。あ、俺ウェポンズの方から行ってナビゲーションまでは行ってないけど。うん、嘘、下から来なかった？よく来てないよ。え？タラコちゃんとかではなく、私はタイさんとすれ違ってるよ。俺もタイさんがウェポンであの20キルやってるのは見たけど、うん、そのあとはわからん。いや、でもウェポンズの方だよ。カシュカちゃんはちょっと怪しい、わかんないけど。強い時間あるかな、リアルと。なるね。右一人分怖いな、コックスさん。
うん、生きてる。え、あ、生きてる。死んどるやないかい。私じゃないのか。はい。え、俺じゃないの？俺じゃない。俺、あ、まあ俺じゃねえか。セキュリティの配電盤の名前。そうそうそう、そこで、あれどっちだった？エレクトリカルじゃなくて。多分ブリオさんだと思う。ブリオさんか。白白白。で死んでた。で、俺同時期にエレクトリカルの停電直す右の通路のところね、右のところで、K さんが死んでたの見た。待って、もう一回言って。エレクトリカルの右側で、うん、K さんが死んでた。それ多分俺とタイちゃん同時ぐらいだよね。多分見てるね。あのアドミンで見て動いたでしょ。そう、アドミン見て動いた。そう、うんうんうん、僕もアドミン見て動きました。まあ、なんかエレクトリカルが2人とか1人とかになんかめちゃくちゃなってて、1人しか残ってなくてって感じだったか。で、何したやるんじゃねっつって見に行ったってこと？そう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 、俺多分タイちゃんと全く同じ行動よね。それアドミンの前さ、カシューがどっから来たの？アドミンの前 O2 だよ。あ、 O2 からウェポン通ってカフェテリア、アドミンで来たの。そうだよ。え、左来てませんでした？左から来てなかった？ストレージのさ、下から来てなかった？がすれ違ったと思うんですよね、左が。そうそう、だってガラコと O2 解除した後じゃなかった、あの時。いや、そのもうちょっと後だと思う。扉も閉められてたし、結構時間経ったと思うけど。いや、もう怖すぎて、ま、めっちゃダッシュで逃げたもん。で、O2 で俺と会ってるじゃない？ O2 で俺と会ってるじゃない？合ってるよね。 O2 では合ってる。で、カフェテリア通って、あれ、でもストレージ寄った。でもマジで、あのあ、どうしよう、O2 なったタイミングなんだけど、うん、俺、リアクター側から来てて、でその時なかったんだけど、ネケがさ、左が行ったんで O2 中。いや、俺違うだろ。だって俺マジで O2 でさ、ガラコと会ってるでしょ。エレクトリカルに会いたよ。ああ、これ投票しないのやばいよ。ああ、え、ちょっともボタン押すね。間に合わねえだろ。あの状況2票で釣られてるの、クソ入るんだけど。ひどいよね。せめて、せめて薬島さん、ありがとうございました。めちゃくさ、お疲れ。薬島さんスキップ絶対いらないんだよな。あれ、ナイス、ナイス。ね、薬島が入っ、私が出るときエレクトリカルから出てきたときに薬島が入ってきた。一人すれ違ってるんだけど、まあ正直俺そこら辺うろ覚えなんだよな。タイミングがどのタイミングだったかうろ覚え。え、ごめんさ、あのさ、あ、待って、あ、大丈夫今。うん、あのさ、なんだっけ、セキュリティのさ、その配電盤の下で白いブリオさん、あれは俺、うん、見に行ってて、セキュリティマップ開きながら行ってたから、レポート開いた、レポート開きながら、レポートがつきながらマップも開いてたから、うん、っていうだけ。ね、エレクトリカルにさ、ブリオさんと薬島入ってこなかった？気のせい？わかんない。今一緒に行動してたの？ブリオさん？くらい入ってこなかった？え？いや、その前にブリオさんがセキュリティ。セキュリティって言ってるよね。うん。うん、そこでもそれ俺じゃないからね、セキュリティって情報出したの。うん。え、タイガーは俺じゃないのかって言ってたのはエレクトリカルの下だよね。そうそう。あ、そうだろうね。ラザニャンとココさんってその時、私は O2 っていうかアドミンの方で一回タイさんたちと一緒にいたんで、うん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 、私 O2 無視してエレクトリカルやってたんで、うんうん、でもその後出てく時に、いや、多分薬島は入っていったから、そこには死体は、その時は死体なかったと思う。いや、私さ、チコタン不安なんだよな。いや、俺さ、カシウカ連れてるとした時に、カシウカ連れてした時に、俺、あの、
前の前の時にナビゲーションのさ通路のとこで可視化見て弁当がどうのこうのみたいな話してたじゃん。うんうんうん、してた。でそれでセキュリティ見てて、いややってないよって言ってる薬師もが黒く見えてる。いや逆にだってそれはセキュリティを見てたのは確定なわけ、あのまあまあ可視化しか見てる人いなかったからな。そうだからそうなったら、まあ、もう向かわしていいと思う。向かわそう。いやセキュリティの方からチコタンが出てきたんだよな。いやそれはだからさっきのマップ見ながらやってたからっていうだけで。いやそうだからそれを、うん、そう信じるならあれ。え実際マップ開いたら、うん、光らねえだろ、まあ、どうだったんだ。カチカちゃんがミュートになって解除された。実際エレクトリカルはやってないよ。実際あのナビゲーションの弁当はどうだったの。やってる。ああそこは、まあ、そうなんだ。やってる。これ普通に発言聞けばチコちゃんがやばいってわかるんだけどな。難しいかな。いやそこけタイさんがついてくれたから。はい、誰も死んでないね、はい、あとついで言うならネッキーが通った時死体なかったって言ってなかった。あだから私が出る時に薬師も入ってったけどその時には死体なかったよねって、うん、エレクトリカル。あエレクトリカルの話、セキュリティ側に行ったとかじゃなくて。ネッキーエレクトリカル出た後はどっち行ったのじゃ。私はどっちだっけ。覚えてない。あでもリアクターはやったから左この絵だったらおかしくないか。うんじゃ違うかもわかんない。えじゃあこの時点でさブリオさん殺し、逆にガラコはさ、うん、俺があそこでブリオさんを殺したとして、うんうん俺普通に上抜けるかさ、ベントで逃げると思うんだけど、あそこでやるんだったら。正直、うん、はい、何、タイさん。え、今さ、今容疑者ってさ、うん、ネキと薬師もやろ。いや、タイちゃんもあるでしょ。ブリオさん殺し。あ、ブリオさん殺し。うん、ブリオさん殺し。いや、わからん。だってそのエレクトリカル前の行動、俺は分かってないから、タイちゃんとかカシューカとか。はいはいはい。だからそうなるとタイちゃん、タイちゃんがだからエレクトリカル前の行動がわからないと、その結局その前のはタイちゃんもありえた道でしょ。アドミンいた、アドミンいて、ココさんもいたでしょ。見てたんで。アドミンってだってさ、そのエレクトリカルの人数が増減するから行くって言ったじゃなかったっけ。そうそうそう。いやもう行ったから、まあそうそう、セキュリティは行けないよね。だから俺普通に、まあ、ネキと薬師マローラーで終わりじゃないかと思うんだけど、ダメ。私はチコタンめちゃめちゃ怪しく見えてるから、いやだったらネキからやってほしいけどね、普通に。なんでローラーするなら。私はチコタンに入れます。まあ、俺は薬師マしてるけど、薬師マ終わって、終わらなかったらネキもローラーする。俺あと、タイさんって。当てるかよ、このローラーパッション対決で。なんてやってないの。いや俺2票で釣られたのだって。いやー、俺ね反応しなかったんだよあそこ。マジか。うん。いやーあれ2票で釣られるの超納得。あしかも、いやごめんな、ね、いやでもね薬師はね、あのナビゲーションの発言が、ね、俺もあのタイちゃんのところバリバリナビゲーションのところにいたからさ、そうめっちゃ見えてた。あれは助かったんだけどね。ブリオくんどうする？あと一戦やる？寝る？あとちょっとでタイちゃん殺せたんだけどな。いやーごめんな、ね、俺なもうあのセキュリティ最後弁当で移動したのしくったマジ。ブリオさんの死体の完全に忘れてたわ。あ俺確かに役者の近くで殺して。そうそうそう。いやなんであそこでさ慌てて近寄ってったからそういうことなんかなって思った。でも役者はそう殺してないんだよね。うん。いやでもあそこでわざわざ右から出てきて。しかもあの多分セキュリティにいたら全部光るじゃん。いやー俺もやけくそでタイちゃんまで殺そうと思ってたのに。いやーつまんないマジ。そういやめっちゃさ追いかけてきたから怖えなこいつ。俺もあれだからな、あのキル数は伸ばしていこうと思って結構やりまくっちゃったからな。えちなみにこのハトラが最後ずっとセキュリティにいたの。誰俺、うん、
いや、全然エレクトリカルとか言って殺してたよ。あ、だよね。うん、計算パターン発したのって。パターン発達になってる。そんで。これだよ、計算こしたの。これうん。計算、計算。じゃあ、今、8.7.7.2 になってるって言ったのは、これ。タコさんが8.7.2。あ、そうだね、なってる。タコさん、色もなってる。死ぬ者の話を聞いてくれ。はい。はい。あ、すいません、おいとまします。ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、はい。いや、ごめん、タコさんがハテナハテナハテナになってたのと、ブリオくんが24時までって言ってたから、どうするのって聞きたかった。もう両方解決したよ。あ、もう次あと1は呼んでないよ。誰かいいの？あ、確かに。アルクさんって3枚呼べば来そうだけど。どうなの？なんか誰もいなきゃ行くみたいな感じになった。うん。だから、振らなかったんだけど。いいんじゃない？アルさん来れるなら。ボタン押したの神だったな。シーレモさん殺した直後にボタンになったの神じゃなかった。あ、1キルの時点で終えたから。そうだね、あれ。カシウカと俺しかいなかったから。ね、あれ、俺もボタン結構きつかったね。ねしかも最後の方はタイさんちゃんと。しかも、あのシーレモさんから殺した後さ、エレクトリカルにいっぱいいたじゃん。俺もエレクトリカルにいたんだよね。黙ってたけど。うん。マジ。マジ。で見えてなかったかもしれないけど、あの上から上から降りてこようとしたらみんないると思って引き返したところでボタンになって。いやこの釣って間違えたかもしれないっていう恐怖感やばいな。いやでもタイちゃんあそこな殺せてたらな、もうちょっと俺の足が速ければよかったな。そうだね、タイちゃんまで持ってきてたら俺釣られてもいいかな。殺されかけた。停電の後ところはもうボタン連打してたわ。カシュカ悪い顔してたもん。悪い顔してた。いやもうあの時悪い顔してたよ。よかったです。ベイチって怖えな。タコさんも同じ動きしてくれるでしょ。タイちゃんメットベイ。タイちゃんがメットベイです。結構絞れそうじゃない？ O2 にはいたの。O2 はドミンの方にはタイさんいない。いなかった。いなかったね。でも大津側もいなかったね。うん、じゃあその前だ。まあ、タコさんは違うかな。うん、一緒にアドミン見て、あ、メットベイチあるって言って見に行ったもん。うん、多分同じ動きしたと思う。屋久島、カシユカ、ガラコも多分薄いと思う。うんうん。で、ココさんも。それで今チラチラ見る。ココさんも薄いと思う。ガラコって薄いの？わからんけど。ガラコシールズであったよ。あった。だからあれ大津の最中でしょ、だって。ん？O2 の最中に、ああ、そうか、O2 の最中に終わったぐらいか。そうそうそう、向かってる最中。で、多分。で、O2 側が終わってる時だったから、もう。O2 の前か、さすがに。O2 側にいたのって、見てないって言ったもんね。誰だっけ？O2 側にいたのは、まあ、俺、カシューカーとタコさんもいたよね。うん。じゃあ、アドミン側は、ケイトコ。ケイココ、ケイココ、ダニヤさん、シーレモさんが浮いてる。あとガラコか。シーレモはピョンピョンしてた。まあ、私初動左抜けてそのまま下に何かしてる。カフェテリアのタスク2つ見てる。いや、やったのは誰か。俺見てる。俺は見てる。ガラコが一番怪しいわ。そうだね。
まあ私一人だしな。するか。するか。するか。オッケーオッケー、スロー食べよう。もう入れた入れた俺、スローで。たまにはこういうのもいいじゃん、こういうの。まあそうだな。じゃあこれ次、カシューカを継ぐ。カシューカ継ぐ、次。どうだ、どうだする。いや、この思い切りの良さはこれカシューカ釣った方がいい気するんだけど。本当に釣れてる。いや、後で困るよ、これ絶対。いや、困るね。息息してるもん。しかも、絶対違うね。これ、今のは違うじゃん、絶対。まあ明らかに浮いてた。はい、や怖。今のはね、だいぶ絞れてたから、切るペース見てって感じかな。走るべきだったかな。はいはい、うん、もうさすがにガラコ違いそうだね。配電盤前。配電盤じゃあ、エレクトリカル。エレクトリカル行ったやつじゃん、怪しいの。停電だったから。いや、俺しかい、まあ、とりあえず行った時には俺しかいなかったはず。他いなかったと思う。着いたらさ、2人死んでたもん。1人。ああ、計算しか見てない、俺。エレクトリカルに着いたのって何人ぐらいなんですか？俺しか多分行ってないと思うよ。で、ラザニエさんはね、あの向かってる途中一緒にいた。からアドインでも一人死んでない。仕入れも O2 だったんだけど完全浮いてる。だってエレクトリカル行ってないんだもん。でもアドミンは俺が停電になる直前までネキと2人でいて、え、俺も、あ、俺はその前に私もいました。翌日も行くの早くな、早くないわ。別にタイミングが被っただけでしょ。停電の時にマップ見てたんですけど、エレクトリカルのところが3、確か3最初いやだから俺会ってないから、多分計算殺し上の弁当とかに逃げ込んでるとかじゃないのかなと思うんだけど。さっきのがガラコじゃないんだったら、浮いてたのシーレモ、シーレモ、ラザ、ラザニアさん、ラザニアさんはアドミン側だっけ。私はO2終わった頃にO2に着いたぐらい。終わった頃か。うん、じゃあラザーシーレモが浮いてる。うん、浮いてるね。シーレモさんつって役しまするか。カシオカまででしょ、そしたら。シーレモ、役しま、カシオカってズンバンでつってるか。いや、カシオカに。俺とカシオカどっちを先につっていただけにしよう。いや、でもね、いいけど。そこはカシオカちゃんさっきついたから思い切って。ガラコには申し訳ねえと思ってた。あっさり思い切ってつって、この感じは。シーレモさん、シーレモさんと。待ってね、シーレモじゃないんだよね。ちょっと待ってね。ラザニアさんかな。でも仕入れもじゃなかったら負けだね。まあ負けだよ。まあカシオカだったらもういいよ、もう。いや俺じゃねえからね、俺もちょっと悲しくなってくるね、マジで。悲しい、でも。まあこれで負けたらすまねえと。まあすまねえ、すまねえと。悲しいと思うよ。しょうがないね。さあ返信ないしさ。こんなゲームだっけ？うん、違かった。どういうこと？わかんない。なんでこんな釣られんの？こんなもんね、はいはい、これ人狼ゲームじゃなくない？やばすぎやん、これ。殺しまくってるけど。めっちゃ早く。はい。はい。あ、俺もうこれでカシオカないと思ってんだよな。そうでしょ。まあ、でも、うん、けど、あ、でも違うか、まだわかんないか、5人か。うん、いや、わかんない。2人いたら、あれじゃん、押さなくちゃいけないじゃん、とりあえず。で、とりあえず、停電直すまでは、クリアしたかったっていう理由で、押したんだけどね。他5人か、まだ。だと、わかんねえな。じゃあ、カシオカから釣っとく。いや、ヤクシマからでしょ。俺、今回白いから。でも、しかも、ヤクシマも俺も白いだろ、お前。白いでしょ。両方の、あ、まあ、シーレマさん。
まあ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 、まあ、あのキルはね、まあそうだね、俺は計算はやってる可能性あるからね。しかも別に俺役者はあれだからね、何が根拠って、あの会話の流れで疑ってるだけだから、行動では全然怪しくないから、ね、まあやっぱ白菜を思いっきり釣ったのはちょっと、そうだよね、俺そこ別にそこまで言ってないから、たまには面白いじゃん、たまには面白いじゃん。どうしてもこれで、だって、いやでもじゃあ、タコさんで、つか、ここはスキップでよくない、2人いたら負けで諦めようよ。2人いたら負けで諦めるんだったら、勝手勝つって終わった方がいい。いや、ダメダメ、俺釣ったらだってあれだよ、2人、まあ、2人いたら負けだから、カシューカでよくないの、これ。で、カシューカでよくない、これ。いや、ダメダメダメ、これ絶対ダメ、ここはスキップだって。いや、だって2人いたら、どうせさ、次ほぼほぼ負けなんだからさ、カシューカって。もうここで違ったら違ったでいいじゃん。こんだけ3人釣ってせめて1人釣れてたらは、まあ、うん、プラスプラスじゃ、じゃあマジで俺じゃない、本当に今回俺じゃないから全然怪しいことしてないんだから。もうちょっと、あ、まあでもそう、まあでもやってていいよ俺。だってガラコ釣ったのさ満場一致だったじゃん、俺のせいにするんじゃねえよみんな。いやそうだけど、いやでもなんか今の俺は早くないって言ってたよ。いやでもみんなが入れたでしょ。俺はもういい、カシューカに入れた、俺は。スキップしよう、スキップ、スキップ。俺はカシューカに入れました。俺じゃないから、マジで。おー、スキップだ。よかった、よかった。でも、役島に入れたの俺じゃない。俺なるほどね。これ、ここさんかな、これ。この流れで役島さんに1票入る。これ、タコさんでしょ。なんでだよ、これタコさんだよ。タコさんだよ。タコさんだけど、なんでだよ。なんだこのゲーム。なんでガラコさん釣られたの。なんなのこのゲーム。よくわかんない。ガラコ釣られたのは、まあ結構。まあわからんでもないよ、ね。ちょっと我慢できずに釣っちゃっただけだから。そうだね。結構黒かったよ。仕入れもなんて上から見つけただけだよ。死に、死にたいんだけど。いや、そんなに右に入ってると思うんだけどさ。仕入れもさんは飛び火だね。完全に。マジでかわいそうだよね。あれはかわいそう。これだ。いや、でも、あれかね、ちゃんと一郎忘れてそうじゃん。シーエモさんか。カーツがそれ、まあ、クールタイムどんな感じ。まあ、さすがに溜まってるぐらいだったよね。さすがに溜まってたと思うよ、俺、タスク2つこなせたもん。うん、まあ確かにカシューカって誰も行ってない方向行ってたんだよね、今ワードミ見てたんだけど、アッパーエンジンの方行ってたはず。あ、そうだよ、俺アッパーエンジン、ロアエンジンだよ。でここさんは、まあでも停電中の動きわかんねえからな。あのアドミンにタコさんとラザニアさん最後いた、アドミン、アドミン、アドミンじゃない、あのエレクトリカルな、うん、あのちょうどロアから戻ってきて、あのアドミンに、あ、エレクトリカル入った時に、うん、うん、ストレージの方から行って停電になって、停電2人、うん、まあ俺がガラコから釣り始めてやりすぎたせいでちょっとタスクがしがなかなか難しいかなと思ったんだけど、まだ1人だったら、まあ、この状況でも、まあ、ただボタン、ボタンが、ね、微妙なとこな気もする今の。まあそうなんだよね、正直確実に大丈夫とは言えない位置だ。にしても言えない時間だったから。にしても一人は多分釣れてると思うし、俺の動きは白くね。そんな主張されても。だってあのわざと白い行動するときあるから。いや、あんまないよ俺それは。そうなの。そんなことないだろ。でもあれだよ、俺釣っちゃったらすごい不利になっちゃうからさ、まあここはね、ガラコのためにも勝たない。ここでもさっきからずっと喋ってないココさんが、このカシューカさん釣っちゃいましょうよみたいな感じで。ああ、それはすごい感じるよね。でも役者に入れてた一人は何なんだろう。うん、分かる。私はスキップに入れてます。俺もスキップに入れてるよ。ネジでこれに入れたの。ああ、私役者になんとなく入れた。何それ。そうですね。カシューカちゃんに入れるってことでしょ。じゃないの。いや。いや。カシュカちゃんのラジオっていう流れ、するかどうかの流れだったでしょ。でも俺にも言ってよ。最初の時にカシュカちゃん白かったからどうなのかなって。最初はまあ一人しか死んでないから。どうなんかね。釣れよ。釣っちまえよ。
一郎連れてます。あ、連れてます。連れてますよ。僕ですよ。あと美味しそうで。タラコ？タイさん美味しくて。タラコさん。タラコさん。タラコさん。左さ、俺と二人しか行ってないのになんか殺されたし。いやそう、マジさ、みんなそんな固まってると思わなくてさ、ちょっと美味しかったな。二人だけだから殺されても容疑者絞れるし、いいやと思って行ったらほんまに殺されたわ。美味しいっつってミシャって食べちゃった。メドベー顔面から針出て殺された。入る勇気でよくあるなって思った。あー、タコさん、これ殺すな。あ、殺さない。死んでる。生きてんの。シールズで。あ、し。薬師魔消えた。いや、生きてる生きてる。生きてる生きてる。エレクトリック。あ、いるわ。あ、タコさん殺してないんだ。あ、でもこれ殺すタイミングむずいでしょう。美味しくて。停電でうまいことガラコさんがサポートしないと。いやこれさ、停電そんなポイポイ押していいのかわかんないんだよ。固まってるのよ。あんま触んない方がいいのかなと思って。みんな生きてる。まあでも幽霊って視界全開だから。そう、いやなんかその離れてるタイミングとかはわかるけど、あんまりホイホイ押すのもあれ。ごちゃっとした時にさ、ボタンないんじゃない。ないかも。あ、ここさんあるんじゃない。ここさんあるか。あ、これタコさんやるな。やらないな。閉まってる。閉めちゃった。閉めちゃった。閉めちゃった。やれ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 、やっちまえ。でも今なぁ、こかしベント入って、同じ行動し、同じように行動してんだよな。ベント入って入って考える。セキュリティ行って、コミュ使ったな。ラザニア殺すと、キュート。あ、タスク終わった。タコさん殺せない。いや無理だよな。コミュ治んねえけど、あ、治った。いや、どうしてあげたらいいんだろう、これ。やっぱ停電かな。停電、触ってないんだよな。これでも、ここさん殺しに行く流れでしょ、これ。そう。そのタイミングで、なあ、でも、落ちるなら、そうなぁ。アルクさん。え、殺さないよ。殺してないじゃん。タコさんどうすんだろう。え、どうしたらいいんだろう、私これ。殺せ。殺せ。殺せ。大丈夫。死んでない。あれ、いや伝わったね。ひ落ちて、落ちてほしくて、ちょろちょろ動いたから。うん、落ちてほしかった。うん、ここさんじゃない、これ。いや違いますね。うん、過重化だったら我慢できないと思う。うん、こんなに。あとタコさんもね、O2解除の後の動きが結構白い。ね、なんか途中で停電かな、停電ちょっと前にあったのって。あ、通信。あ、通信サーバーだね。え、なんで分かってないの。なんで分かってない。あ、まあそれはまあ黒くてもしょうがないんだけど、上に行ってたんじゃん。なんかここさんアッパーエンジンのあたりですれ違ったんだけど、セキュリティ前の通路で。あそこでね、俺はロアエンジンが行って、ここさんアッパーエンジンが行ったんだけど、なんか急に引き返して俺の方を追っかけてきたんですよ。それ操作ミスです。え、別にここさんを釣って、あのさ、あのタスク頑張るでもいい。いや、ここ釣るところじゃなくないですか。いや別に俺は釣るところじゃなくて、俺は別に、俺はもうさっきから俺ここさんに投票してるから。まあ位置確定だから釣ったとしても。別に釣らないのが正解だけど。まあ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 、釣らないのが正解だから。今のところ容疑に私入ってないと思うんですよね、ほぼ。あ、そうだね、入ってないよ。入ってないよ、ね、そんなこともなくね。計算はだってネキと俺がアドミンにいて、そのアドミンから一番最初にココさんが出てっていうのは見てるから、別にココさんは全然計算やれた位置だと思ってるよ、俺は。いや出てないですよ、私最後で。いやいやいや出てた、だって入り口のとこにいたもん、ココさん中入ってるから見てないよ、俺。あ、そう。俺じゃあもうちょっとここさん入れ続けるね。そんなこと言ってもいいけど。落ちてもいいけど。じゃあ俺面白いから釣ろうか。ちょっと待ってくださいよ。
うわえ、そうでしょ、みんなそう思ってるじゃん。終わるか、え、誰か終わってんな、タコナテスボタンは残ってる。うん、終わなかったら押そう。これどうなるんだ、これ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 何、どうなるんだこれ、怖くない、え、なんですかこれ。まあでもタスク最速で終わるんじゃない、うん、どうだろうね、タスクで終わっちゃいそうね、タスクで終わりそうではあるけどね。タコさんがこの後どんどんだけ頑張れるか、頑張え、これでラザニアしよう、めちゃくちゃして殺してごめん。楽しくなっちゃった。あ、やっぱガラパさんですか。あ、私です。終わったか。まあ正直ここさんすまんと思ってる。ね、屋久島だなんじゃ。そうだ、ね。いや、そしたら歌集家だって、歌集家。いや、俺じゃないよ。いやー、屋久島だな。めっちゃ押してたのとラジオが停電が分かってなかったっていうのは。ね、それはミスよ。いや、もうここは釣りに釣ろうぜ。こんだけ釣ってないから釣って終わるよ。歌集家、絶対歌集家。いや、屋久島いるよ。でもここまで歌集家が残ってるのおかしいと思うや。おかしくないよ。今まで俺は何回も言ったからな、この状態で歌手 家がいたら滑って。なぁ、言ってんだわ、謝れよ、だから。あ、このゲームねぇ、なんでねぇ、なんで、なんで自滅してんの。負けじゃん、さんごめんな、負けだよ、負けたよ、負けじゃん、よかった、だから子さん勝てて。なんでこのクソゲー、コシューカさんなんですかね。違うよ違うよ、タコさんだ、タコさん、タコなんだ、タコさんだよ、もうこれで切るし終わりだよ。タコさんルールご存知でない。え、これなんで、え、なんでやらないのこれ2人で。もうこれガシュってやった方がいいじゃん。あー、おい、カシューカ先輩やぞ。先輩マジで。正直もう楽しくなっちゃってたよな、途中から。いや、そうだ、俺だから今日あれだよ、ウィスキーめちゃくちゃ飲んでる。え、タイさん死んだの何？落ちた。そうぜ、これ。え、ガラコさんやったんじゃない？タイさん死んだのは何？落ちた？ん？違う違う。ガラコさん普通にしたい、したいレポートしたじゃん。え、タコさん一緒に最初レポートアドビンで見たじゃん。ああ、それはタイさんか。ガラコちゃん会ってたんじゃん。え、その後2キロ起きたの？ガラコ会ってたね。その後2キロ起きたの何？え、2キロ起きてないよ。2キロ起きてないよ。起きてないよ。ガラコさん釣ったから、そうそうそう。2キロ起きたように見えてるだけで。みんなで2キロ起きたって勘違いしてたのか。勘違いしてた。いや、俺も勘違いしてたし、みんな勘違いしてた。なんでダブルキルっての話が出るのか全然意味わかんない。もうそんなお酒飲んでるからさ、今回はでも面白かったな。いやー、びっくりしちゃった。おもろかった。よかった。いや、めっちゃいいっすよ。なんでチコタンとかシュウカタン。あ、アルクさん、ボットのところにルームコードありますよ。なんで二人で殴り合って殴り合ったんだろうと。おもろすぎる。ボットのところにはまあ、ごめんね、ちょっと我慢できなくてタコさん食べちゃった。もうあれ終わったと思ったけど、なんか粘ってよかったわ。待って、アルクさん、アルクさん。はい。アルクさん、あの、黙れ小僧のところに。さっき言った。いや、分かってますよ。大丈夫ですよ。それさ、そこにあったらさ、コピーできないからさ、めんどくさくない。え、タコさん、タコさん、できるよ。なんかさ、片方死んでる、片方生きてる時ってさ、停電ぐらい、あと扉閉めるぐらいの方がいい。普通にできる。まあ、そうね、別に停電も、ほら、俺はやってくれていいけど、俺はやってくれていいけど。スマホはあれなのかな。スマホで、なんかあんま触んない。扉ぐらいでいいかな。一応チャット打ったよ。いや、一回ラザニアさんめっちゃやりたいとこあったけど、そうそう、なんかさ、やれそうだったじゃん。そうそう、こうやって、ここさんになすりつけて、で、行こうと思ったけど、結果、やらなくてよかったわ。ね、勝手にブラドが自滅してんだよ。そうそう。いやー、たまにはね。笑っちゃった。たまには警察に釣るのもいいじゃん。いや、だからみんなさ、釣る意識が少ないからさ、ちょっと見せてやろうと思って。見せてやろうとかじゃないの。結果負けてんだよな。でもこれで釣り意識は釣った後のマジダブルキルと思ったの、みんな思ってんのやばいな。みんな思ってんのやばすぎでしょ。だからあれだよ。あれ、俺が誘導したことにしようぜ。ダブルキル。ダブルキルと思わせたテクニックみたいな感じにしよう。俺トイレ行ってきます。行ってらっしゃい。じゃあ、また動画上げてね。動画上げるわ。これは、こうやって。え、一応今放送してるよ。マジですよ。なんかすごい情けないことばっかりしてたんですけど。あの、めっちゃ独り言入ってるから超恥ずかしいけど。仕入れもはさ、明日の記憶がないぐらい、今日の記憶がないぐらい含有してる。
明日の記憶がない。記憶なくても放送が残るから安心してくれ。うん、ダメだ、ベロベロバー。ベロベロバー。ベロベロバーだよ。ヨッペアマンガスとか、やばいでしょ。やばい。いや、今日は冴えてる。冴えてる、確かに。推理はね、推理は冴えてるね。あ、コックが落ちた。落ちた？落ちてる。お客さん消えた。戻った。オッケー、やりました。お帰りないよ。俺は今日コンセプトこれでいいわ。する。する。だからあんまり怪しまないでね。なんか怪しいでしょ。じゃあとりあえずカシユカちゃんに入れる。はい。ペアは今日やってないね。声遠いのは塩？俺遠い？なんかないかなって私めっちゃ遠くに。なんか遠い時と近い時あるよ、ね。ちっちゃくしてんのか？マイクを近づけろ。いやでも私調整かけてない気がする。俺普通に喋ってるけど。あ、ちょっとさっきあの俺に投票した人ちょっと謝ってもらっていい？ちょっと。アルさん喋って。俺は謝らない。はいはい。あ、オッケーオッケーオッケー。ごめんねごめんね。いいやいいや。一番悪いの俺とカシユカだからあれ。お前だろお前だろって2人で楽しかったね。楽しかったね。楽しそうだったの。見事に俺が。いやそうなんでって思ったの。俺が会議を手玉に取るっていうことかと思ってやってたもん。急に私のほうここさん殺されて笑った。本当にここさん急に急に面白そうだってなっちゃって。いや俺の記憶ではここさんが入り口あのアドミ入り口のタスクをやってる時に俺が入ってって。で確かラザニアさんと薬島さんが入ってきて、そうそうそう、で停電が起きて、私そこ移動せずにマップ見てたんですよ。ああなるほどね。ああああ、それはね見てない。ここさんね疑い 5% ぐらいで出てる。なんで 5% で入れちまうんだ。面白いから。今日そう間違えてくれたかもしれないから。始まるよ。あれはね、まあ俺が悪いよ、どう考えても。あれは美しく、あ、こ最高につけるとこで。そう、全然ね、下行こう。ガードスラッシュ、大珍しく一発です。かしゆか、白菜。違うわ、大白菜か。頭が分かんねえ。ここ通っちゃいけないんだぞ。はい、違う違う、タイです、タイです。シールも怖え怖え怖え。そう、ナビゲーションの入り口のところで死んでたタコさんがね。右か、うん、で私でちょっと前にすれ違って、その前にシールズとストレージの間でアルクさんとすれ違って、シールズとナビゲーションの間ぐらいでガラコとすれ違った。あの、ただ初動ね、タコさん右に来て、シューティング終わった後、下に降りてったんだよね。O2 でタスクこなしてから下行きました。で、タイちゃん的にはどうなの？アルプさんとガラコは。まあガラコが一番黒いけど、その次か。まあ、じゃあ、またかよ。じゃあ、鶴か。俺言っとくと、最初、畜産と一緒にナビゲーション初動行って、うん、その時にタコさんがウェポンにいたのを俺は通り過ぎて見てる。で、そのまま俺はリアクターになってたから、下に。からリアクター向かってる途中。え、その時ガラコは見たの？ガラコは、ナビゲーション前あたりですれ違った。じゃあガラコするか。ちょっと待って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 。ねえ。早い早い早い。やばい、私今日こういうかもしれない。ガラコかチコタンかタイちゃんのセーフぐらいかな。いや、私さ、一人でいたらまたやばいと思ったから誰かを探しに来てたんだけど。まあ、俺はタイの上側から行った人さ、
八島ここさんと一緒にさ、走ってね、うん、あのアッパーエンジンの方。そうそうそう。ぐらいから。何これ今日そんなに釣りまくる日なの？いや、今日釣りまくる日。割と釣ってるよ。私もタコさんが。ペアがないからガンガン釣りに行こうぜ。でもまあ俺目線からだとアルクさんもわかんない外れてるって感じだけど。ねえねえ。俺ちょっとアルクさんも全然あると思う。シドチューム、いや、ごめん、俺、アルクさんどこまで一緒にいたか覚えてない。シレモさん、ちょっと喋っていい最後に。マジよ。あれ、ウェポンまで来た一緒に。いや、俺、一緒になった。お子さんが、うん、下から行ったの俺、分かんなくない、うん、ダウンロードが。スキップゼロ。だって、その後のこと知らないじゃん、俺。俺、上から行ってんだもん。分かった。怖っ。すぐ釣られるやん。ほら、はい、タコさん死んでんじゃん。シーレモさっきから死んでる、さっきから死んでるだろ。最初に死んで、カラポッツさんだった。あ、そうかそうか。やだもう。俺チコタンとナビゲーションの前あたりで別れたじゃん。うん。で、俺そのまま下行って、タイちゃんとストレージのとこですれ違ってるって言ったじゃん。あ、そうなの。そうだから俺戻ってないこと証明できたじゃん、うん、俺がナビゲーションまで。じゃあシーレモさんの話で、シーレモさんの話はなんかいいことあんの？出しててよ。あの、お子さんがウェポンのダウンロードのタスクに行ったんだけど。やばいくらい爆速で終わったっていう話しかない。いや、やってないんですよ、そこ。殺される可能性を考えちゃって、後で回そうと思って、すぐにその後 O2 行って、O2 でタスクこなして、タコさんが O2 でタスクこなしてるのを見て、それで、あれですかね、リアクターが鳴って、あのね、まあ、薬島さんたちと一緒にそっち向かったって形ですね。ああ、その動きは俺もよくやるから。うん、まあ、なるほど、ね。大丈夫。死ぬからね。はい、今のはじゃあ、タイちゃんか、ヤクシマが、まあ、位置としてやれそうかなっていう感じなんだ。やれないでしょ、俺。ヤクシマやらないでしょ。俺やれないよ。ココさんと一緒に行ってるから、うん。やるの、ウェポン行って、ココさんと一緒に行ってんでしょ。うん。ココさんと一緒に歩いてるのは見てるよ。で、下位置、ナビゲーションの入り口だから、通路じゃないから。うん。一応、みんなの医者入るね。ラザニア系カシウカも位置洗った方が良くない。シールも私はあのメッドベイで2つタスクやって、アドミンら辺に行こうと思ったら終わった。メッドベイだの俺アドミンで見てたわ。アドミンでタイちゃんとカードスラッシュやって、給油してアッパーエンジン行ってリアクター直しました。俺 O2 でタスクやって、で戻ってアドミンに行こうとして、でそこからリアクターに向かってるって感じだったかな。投票投票、ここでローラーする。これローラーないわけではない。ないわけじゃないけどね。すまんな、席やらしてくれ。いや、いなかった、リアクターいなかった。もしもし。おい。はい。はい、ニキ見た人っているか。見てない。見てない。リアクターにはいなかった。
セキュリティにもいなかった。リアクターにいた人って、行った人はどうだったっけ、タイちゃんいたよね、タイカシというか計算、計算見てる、あと約束の4人かいたかな。うん、アルクさんは最後メッドベイで見たけど、そうだね、俺アドミン行ってからメッドベイ行って最後リアクター行った。でリアクター前でタイちゃんとすれ違った。セキュリティから出てこなかった。あ、そう、セキュリティ、その辺主体探してたないかなと。ああ、アッパーからセキュリティ行ってリアクターに行った。そうそう、アッパーから、そう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 。あ、まあその歌集が言ってる最後のメッドベイっていうのはどれぐらい前かわかんないけど、タイちゃんとすれ違う10秒ぐらい前かな。いや、結構前なんで、あの俺のあのメッドベイのスキャンタスク終わるぐらいの時間。ああ、じゃあ大丈夫。リアクターに来てなかった人はが、あともここさんとシーレモさんが聞いてない。私がウェポンの方でタスクこなして、俺言ったじゃん全部。リアクターが鳴って、まあ移動はしてたんですけど間に合わなくって、また引き返した時にアルクさんと確か、うん、ここさんはメッドベイの前ですれ違って、カフェテリア側に抜けてった。はい。シーレモさんは、シーレモは行こうともしてない、ウェポンとナビゲーションのタスクをこなしてた一人で。ウェポンにはここさんは出る。あ、最初初動じゃないんだっけ。いや、すれ違ってはないんですけど、ナビゲーションの方に誰か入ってくようなところ、文字みたいなのが見えてたので、うん、もしかしたらそれがシーレモさんなのかなっていう。駅の初動はどちらに行ったかとかは、うん、それ見てないわ俺。もう完全な左ではないですかね。下にも来てないと思うけどね。どこいたんだよ。どこいたんだ。カフェテリア待機か。そんなことある？カフェテリアか。ちょっとわかんねえなこれ。うわ、シーレモ。シーレモここ過集化をすれば終わると思います。もう一回押します。じゃあ。過集化？なんで？過集化さんが下消したボタンの可能性があるから。ああ。はい、はい、うまい。ちなみにさっきちょっと疑われてたけど、カシューカーのリアクターに行ってるんだね。ああそうだ、リアクターに、まあ、ただ2機の目撃情報がないから。そうだから、殺し、カシューカーさんの場合マジで殺したのは直近だと思う。まだ、まあそうだね、まあ、そういうだけね、その可能性があるだけで疑ってるわけじゃない、うん、別にそんな、まあアルキさんはタイちゃんが見てんだったらマジでないな。うわ、その前か、メッドベイに入る前だ。さっきの停電は仕入れ元計算で直した、合ってるかな。合ってると思う。まあ、さっきの停電は、ね、まあうん、どうでもそんな、はい、すいません。うん、なんだろう、ボタン鳴る前エレクトリカルドア閉まってたんだよな。あ、エレクトリカルで殺して、ベン、あ、ベンとかだったら、カシューカさんメッドベイ入ったからね。ああ、まあそうだね、メッドベイ入ってタスクこなして、でもカフェテリアまで行けるか、全然行けるね。まあちょっと下位置が分かんないから何とも言えないけどね。うん、そうだね、それだったら、まあドア結構セットで閉めるのもあるもんな。まあ分かんない、ドア狙って閉めてる人も結構いるのかな、やったことないけど。うん、でもじゃあ仕入れもここカシウカかな、うん、でアルクさんってでもメッドベイに入る前にやれるタイミングってあったんじゃない？ね、俺言っとくと、俺最初アドミン、初手アドミンね、で、うん、まあ30秒じゃん切るのクールタイムが、うん、俺カードスラッシュとダウンロードやってリアクター向かう途中で、ここさんとまずメッドベイの前のあたりで連れ違って、そうですね、だから俺が30秒のうちでやるとしたら、もうマジアドミンの前ぐらいでやるしかない、うん、ああなるほどね。そう、その後ここをカシウカ対って順番ですれ違ってるから、ああじゃあ俺らよりは全然白いね。そう、切るタイミングがないと思う、ここさんが見てるなら。なんか後々議論の邪魔になるなら仕入れも釣ってもいいよ。いや、まだ釣らなくていいと思う。まだ釣らなくていいと思う。何その発言は。ここさんに一票入るんだ。怪しいでもなのかな。シネモさんの方が怪しい。MC でもでしょ。に抜けたい。
死ぬかな、やだな、出よう。モンフィンやってる場合じゃねえな、ラスの目線結構らしいんだけど。操作ミスか。死んでるっぽいな。アルクニキ。アルクさん死んでんじゃん。アルクさん死んでんね。はい。コモンサボの時にいたのは。シーレもカシューか。薬島さん以外いたんじゃん。はい。私もいました。だよね。俺でもその時に左側ですれ違ってるよ。セキュリティ前あたりで。誰と？アルクさんと。え、待って、コモンにいなかったのは誰？俺とアルクさんなんじゃない？じゃあサイちゃんはだと思う。うん、お、俺直してた。サイさん一番最初にいた。うん、サイちゃん直してた。ここさんもね、エレクトリカルから多分コミュニケーション直行しててエレクトリカルにしたいなくて、俺それ探してさ、で後ついてったから直近でってこれはない。うん、アルクさんはどこいたの？え、だからセキュリティの方だって。だからそこでアルクさんとすれ違ってるよって。え、そう、どのタイミング？なってる最中かな、あのコミュニティのコミュニケーション？コミュニティなってる最中。コミュニケーションの後、うん、はい、はい。なってる最中か。うん。じゃあもう薬島しかないと思うけど。だって、まあね、俺がついた時には他4人全員いたのよ。うん、で、ここさんがあのエレクトリカルから出た、あ、でもここさんがデント使ってエレクトリカルでやった、うん。それはあるか。いやでもないな、多分死んでるのはアッパーだと思う。多分アッパーだと思う。なってる最中だよね。なってる最中だったら俺エレクトリカルからここさんが出た後になったから。え、アッパーいたのは俺だぞ最後。じゃあ下位置は通路かな、どっかな、うん、ここさんが出てからコモンサボになったから俺もう薬島しかないのかなって思ってる。今の状況だと薬島ぐらいじゃないかなと思うけど、ね。じゃあコミュニケーション直した後ずっと一緒にいたの、みんな結構いた、アドミンにいたね、うん、結構が困るんだけど。おいおい、計算とカシューカーは見た、いたね、結構扉で閉じ込められたからな。全票入ってるよ、役所も入れてる、入れてない、入れてないよ。罠かい。いや雑すぎない。いや、あのね、俺あの最初まさかガラコあそこでやると思ってなかった。いや、アルクさん殺してあれかなと思って。いや、ガラコいいね、最速釣りが。いや、あれ。いや、違うな。早すぎない？ジーレモさんよりウキウキキルしてくる。チコタンなんで俺の掛け言ったの？絶対言わない方がよかったじゃん。まあ正直、どうだろうね。あれは多分言わない方がよかったと思うけどね。あ、でも一番かわいそうだったのはニキだよ。リアクター向かってたのに誰にも見てもらってなくて。どこから行ったんですか？リアクター最後いたんだけど誰も覚えてくれない。覚えてない。いたっけ？左下で薬島が弁当入るのを見たからボタンを殺されたんだ。殺されたんだ。かわいそう。かわいそう。
あ、あんなん殺すしかなかったわ普通に。目撃者を殺せば目撃者になかった。まあでも、コミュニケーションに役者前が全員いたから笑った。うん、いやちょっとさ、どうしよう、楽しくなっちゃってさ。いやね、最初正直ね、最初の殺したら疑われる。最初のキルむずいよ。まあでも最初あれで通ればね、うん、強いから。いやマジさ、いやでもあれはどうなんだろう。右側めっちゃいたじゃん最初。そう、右側めっちゃいて、ね、最初めっちゃいて、でなんか誰もいなくなった頃にリアクターが鳴ったから、おわーっつって殺しちゃった。そしたら対策なったら、うん、そうなったら一番最後に遅れてきたやつが疑われるんだよな。いやなんかね、アルクさんとかがまだ近くにいたんだよね。いたね、俺は。行けるかなと思ったけど行けなかった。ちょっと最初に殺すのやめよう。せやな。せやな。俺なんかどっか行った。シルモさん、起きるはリスクし、リスク高すぎ。2キルぐらいしてから死なないとダメだ、せめて。最初にね、緊急の時は。いやでもね、普段なら別に釣られない可能性が高いな。普段ならペア禁止だから釣られるわけで。あ、そっかそっかそっか。あと今日俺がお酒に酔ってるから釣ろうぜ釣ろうぜ。常に釣られる。サイコパスや。でもカシュカなんかも結構来てるから、まあ生かしておいてもそこまで問題ないかなと思って。来てる。でも当たってた。来てるでしょ。当たったね。前の試合はやばいでしょ。いやこの人ガガガは演技で自分がインポスターの時にちゃんとやるんでしょ。もうまともなのアルクさんとチコタンしかいないじゃん。いや役者はもうまともじゃなかっただろさっき。チコタンはまともじゃない。それ言うんだと思ってた俺は。あれは言わないとしたらどうしたらよかったの？だからもうアルクさんの殺害時間が大体絞られちゃったから。そう、姿見てないって言ったらいつ死ぬか分かんなかったのに。見えない、見てない、誰とも会ってないって言えばよかったか。まあ結構怪しいけど、ね、俺一人でタスクしてたなぁ。誰と、誰かと会ってたらあれだったけど、誰とも会ってないからどっちにしろ俺だけめちゃくちゃ浮いてたと思う。なぁ、うん、コミュニティ退散、俺絶対一番最初に頼むのに超早くてビビった。アルクさんとインポスター、アルクさんとインポスター、アルクさんとインポスター、アルクさんとインポスター。じゃあ、シエロさん釣るか、とりあえず。頼むじゃん。する怖い怖い怖い。ここでやばいやばい。目つぶってパンチしてるだけやんそれ。いやでもやみんなで一斉に。5分の1で当たるからよ。怖すぎる。あ、みんな誰かに入れてんの。やば。怖えよ。みんな目。戦時スキップじゃないのこれ。やばすぎだろマジ。やだよ。もうやだよ。ひどいなこれ。いやでも結構みんな、ま、真面目だったな。いやそりゃそうやろ。怖すぎ。ガライアクラザここある。めっちゃいる。ロードしようかな。
怖え。ヒルされたらわかんねえぞ。ナイス。ナイスですね、はい、俺。俺で、ロアエンジンでラザニアさんが死んでて、直前でシーレモさんとすれ違って。待て。で、O2 が鳴ったんで、俺ストレージにいたんだけど、O2 が鳴ったから、で、O2 の前にアドミンでね、ロアエンジンに何人かいたのを見たから、あー、じゃあ、約束しよう。それ俺と、多分、ネキかな。あ、そうなんだ。でねね、攻撃カードを表側表示で召喚していい？はい、うん、いいよ。あの召喚すると私ロアエンジンじゃなくてエレクトリカルから出てったんだよね。あ、絶対嘘だね。バーッとまあでもほら、アルクシエも仲間だねって言ってたから、アルクシエもロ、アルクシエロラルじゃないもん。俺もそんな気がする。エレクトリカルの人っていいんだ。 おい、かしコタン一緒にいただろ。エレクトリカルはちょっと嫌だかな。嫌かな。マシュルマさんつってもいいんだけど。見せんの早い。いつもエレクトリカルいたじゃん。いたの、ヤクシマ。あ、いたけど、だいぶ前じゃない。待て、落ち着けよ。1、2、3のやつやってたんだよ。あと、もう1個ダウンロード。まあ、その辺にいたのみたい。いや、シーレモ関係ないんだったら。あ、それって結構いた時じゃない。違う、シーレモじゃなかったらカシユカなんだよ。なんでだって。カシューカチコタン、カシューカヤクシマ。いやでもだってさ、今わざわざ俺がローアエンジンで俺とネキ一緒にいたっていう必要なくない。だって俺だったら。チコタンなんか結構わざわざその証言する可能性あるから。まあ俺仕入れもさ入れたけど、だってあれじゃん。俺じゃないでしょ、だって。どうするさんやめてよ。いや、O2 が鳴ってる時に逆走して見つけてレポートする意味って何、インポスター側で。そうだ。そうだ。そうやって言ってさ、意味ないこと俺やったからとかいういつものやつじゃん。俺そんなこと言ってもやったことないやつじゃん。いつものやつじゃん。どっちかっていうと薬島でしょ。バカ。いや、まあ、お、満場一致じゃん。黒目で見とこ。満場じゃねえよ。じゃあ歩く薬島ローラーでいいんじゃない。俺がめんどくさくない。全部めんどくさい。なんだこのゲーム。右足に行こう。人いねえの嫌だけど。まあどっちかなんだろうけどね。連れてそうだね。かわいそう。とりあえず押してみましたけど、いいと思う。いや、いいボタンだと思うよ。そこの、さっき、シーレモ、ヤクシマ、カシユカってなってた、そこの2人は、なんか、ある。カシユカ？アルクじゃないの？アルクさんだっけ？まあ、シーレモさんが言ってたのは。俺がさ、なんか殺害、俺が容疑者に加わる理由が全く分かってない。それメタ読みだけでしょ。ここあれです、最初の言ってたから。それだけだよ。あれはマジで適当に言ったから、別にまあどう。いや別にそれで釣るのは俺は嫌だから、別にアルクさん釣ろうと思ってないけど。
アルクさん目線俺は普通にあるからな。俺アッパーの方から言ってるから。そう、俺目線でも別に躍進はあるけど、まあ別にいいんじゃないかって辛くて俺はさすがにエレクトリカルから出てきてないと思うし、まあそこはじゃあシリモさんを書くゲームこのままでいい。とりあえず進める。いやでもシリモさんがエレクトリカルにいたのは事実なんだよな。えでもそれ結構前じゃん。あ、ただ相当前のはず。あの俺がその後一緒にいてエレクトリカル出て童話から童話でタックやって、俺もそれ見てたもん。じゃあやっぱその左行ってやってやったらって感じかね。でも5かな。あ、5だね。5ですね。その時はたくさんいたので。そうだよね。まあさすがにないと思うわ。なるほど。何も見てないから何もわからない。どこセル、俺セルフするメリットは薄ぐらいわかるでしょ。まあ、それはわかる。まあそれはタイミング的にもそうかもしれないけど、完全に探しに行ってる。いるかなって。誰かな。ロアかパーかだと思ったからね。俺もロアパーいたからそっちに向かったんだけどね。一生カードスラッシュはできないな。成功率だった。ああ、コミュか。頑張りー。ここ白菜。ここいいよ。え？なんとなく押した。まあいい。正直すごくいいボタンですけど。話すことはありません。まあタスク進んでるけどさ、みんなこういう感じでボタン残ってる人はどんどん押してったら強いよ。はい。このアルクさんのボタンも相当強いと思います。はい。はい。はい。くそー、抜けるねー。何今のあるかちょっと怖いんだけど。死ぬかな。どこさん知れも、あ、違う。なんか変なとこに、なんかあれ。なんか変なとこにアルクさんがいる。なんかバグってんの。今誰かが死んでました。同時生きるからね。アルクさん。ああ、同時。死んでんの。最終位置どこみんな。エレクカフェテリア。カフェテリア。日本です。ここさんがどこって？ウェポンの方です。そのカフェテリアいた人たちは全員見てんの。まあガラコはいいとして。俺机の周りぐるぐる走ってたけどガラコ見た。ガラ。A さんは？ないかも。うん。最終位置？そう。最終位置はエレクトリカル。だったら俺計算だと思うな。カメラ光ってたの見てた人いる？見てた。ああ見てた。あれセキュリティアルクさんいたんだよ。ああ。うん、俺今アッパーにいたんだけど、アッパーで鳴ったんだけど、
そのアッパーに行く直前に俺見てるから、あ直近まで行ってたみたいな。ちなみにここさんね、初動ロアエンジンに行ってその後ストレージの方に引き返してるから、そうですね、多分そんなでエレクトリカル入ってない。私はセキュリティで見たんだ、直前めっちゃ直前、もうほんと5秒とか。ああそうなんだ。じゃあタコさんも位置的にきついね、ロアの入り口、うん、あのエレクトリカルの入り口の方で、ああ見たから。タイさんとすれ違ってたね。そうね、すれ違うぐらいでレポートって感じか。うんうんうん、直前なら本当に直前だからガラパも絶対ない。うん、メッドベイからっていうのはなさっき、メッドベイからボタンまで行けないはず。はい、そうなんだ。うん、それぐらい。でもガラコはね、メッドベイからの弁当はって。うん、てか右回りだったし私。あとタスクが終わりました。俺も終わった。俺もあと1個かな。とりあえず。とりあえずもう一回押す？押せる人は押した。押さなくていいんじゃない？まあ、どうする？終わる？サイン入れちゃったけど。どっちで？1人入れてない。いや、私今画面固まって入れれないです。いつもの。特にあの疑われてるんで言うんですけど、タスク終わったんで、うん、まあ、一応停電来たらすぐ直せるようにしとこうと思ってエレクトリカルのあたりうろうろしてました。まあ黒いのは黒いと思います。以上です。礼儀正しい。まあタスクでいいんじゃない。俺終わったからセキュリティにずっといるから、セキュリティが消えたら俺セキュリティで死んでると思ってくれ。オッケー、俺も終わってます。エレクトリカル付近にいようかな。勝手に誰かについてくる。私ですね。私ですね。多分私じゃないかなって思います。めっちゃ入るよ。謎。お子さんにも入ってる、ね。なんで？お子さんも謎。多分自分だと思います、ね。気軽に入れる感じになってますね。あー、これ俺喋っちゃダメか。ダメだよね。ダメかな。何死ねんの？これどういう状況なんですか？何何何？ね、カシューカのレポートとカシューカのキルが同時。あ、残念、間に合いませんでしたって感じやね。え、じゃあか、タイタコってこと？え、3人一緒にいたの？うん、一緒にいたん。ここさん、計算、私は一緒にいたよ。はい、電話の周りにいたから。うん。ガラコさんは近くにいたんです。計算はね、入り口にいました。ああ、いたんだ。うん。だから、見てる。対たほう絶対で終わりだけど。そこ、微妙に見てない人がいるなら、そっち二人、うん。怪しくないか。え、ずっと見てないって、まあ、見てるから。
怪しくないと思うんだけど。A さんが私にいたのは見えてるよ。ここさんは奥でタスクやってたから見てない。タスクやってました、うん。私は間に立ってずっと見てた。はあ、ならお手上げだな。なるほどね。どっちが映ります。死んでもらおう。まあ、どっち？会社かな。会社かな。どっちで？ガラコさんどっちですか？タコさんに入れちゃった。いや、タコさん。私もタコさんに入れます。会社に入れる。今のでさ、はい、お手上げだって言ったら強人やん。頭おかしいやつやん。え、どうなの？それはリア強だったらあるけど。そっち3人いてダブルキル起きてんならもうお手上げでしょ。まあね。ボタンあるんかこれ。いや、ない。あー、そっか、そんな仕様あったね。ここは釣りなしでしょ。さすがに釣り。これは、ね、俺釣られて終わるじゃん。うん。あ、ここ議論なしでしょ。バグだから。スキップ入れて。うん。スキップでいいと思います。もしもし、はい。すいません。あ、ここはスキップにして。スキップで。バグです。すいません。バグなんで。かいボタン残っとるんかい。すいません、残ってないかと思ったら。ありがとうございます。自分であるかどうかが分かる。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ミスった。操作ミスした俺。いやー、いい、よかった。分かんなかった、マジで。計算見といてよかった。いやー、タコさんごめん、マジで。いやー、2度は分かんなかった。2度いると思わなかった。シーレモさんじゃないの、マジで分かんなかったわ。え、じゃあどこ、え、どうやってラズネさん死んだの。タイさんだね。タイさんなの。うん、俺が殺した。しかもシーレモさんはマジでエレクトリカルから出てるし、俺はその時エレクトリカルに入っていってすれ違ってんのに、なんで俺のことを言わないんだろうって思ってたよ。タコ、カチューカちゃんの見てなかった。私が食欲アレルギー発症だ。なんでマジでシールモさんじゃないの、あれで。だってエレクトリカルから出てたもん。タイちゃんが殺してベンタルに。しかもさ、全然パッションもなかったじゃん。ふざけて釣られてたからさ。ね、あんななんか。しかもその後のキルペースから考えても俺もう確信してたんだけど。そうそうそう、わかる。だって私何度かエレクトリカルから出たよって。キルはマジやろうと思った時でボタン押されてたから、ちょっと。普通にやるタイミングがなかったのとっていうので、俺とカシューカナのあれが崩されるとは思わなかったわ。知らないところでみんな死んでた。惜しかったな。タイタンスが最後、あの東京で俺釣られた時、あれ俺に3票、タイさんに2票入ってたから 2-2 で分ける。あ、そうだね。入れたかった。2-2で分ける。タイさんに入れるわっていい。マジでイカれてた。そこ、そうだから最後にごちゃごちゃってなるときにタイさん入れるわ。まあ、ガラコが入れるときに誰に入れたってさっき言うのが、うん、そうね。あれ、私言ってなかった？え、タコさんって言ってたよね。言ってなかった？言ってたよね、私。言ってた、言ってた。ちゃったな。あの入れて、あと結構経ってから。あとあの、リアクターのときどうだったんだろう。あ、こうやっと。いや、マジか。あれ、シーレモさんじゃないの。マジで。なんでシーレモだと思ったんだよ。いや、だってさ、死体のそばからで、ね、すれ違ってさ、リアクターいや、あれはもう一人連れてると思って考えてるから。完全にローアから出たっていう、めっちゃ決めつけてたから、お、これはって思って。シーレモさんこれも俺目線だってさ、よく勝ってた。エレクトリカルの、ね、よく勝ってたところで真ん中で、ね、すれ違ったんだけどな。カシューカさんの反射神経の賜物や。あと、いつまでエレクトリカルいるんだよっていうのがよかった。そう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 。おお、それもあったから。だってさ、あの丸のやつ、いいタイミングで止めるやつ、すごい苦手なんだもん。いや、にしてもない。にしてもだよ。だって俺、ロアとかでタスクやってアッパーとかまで行ってるのに。やめろ、次次。早く入ってこいや、お前。10分の9やぞ。いやー、あれ、シーレモさんじゃないのは。やめろ、カシューカさん。近く行くんじゃね。
カラコのために今日開催してんのに。なんごめんって。一番最初に抜けるの？もう一番最初に抜けてる。カラコもう一回やろうぜ。性的な目で私。帰ろうぜカラコ。カラコもう一回やろうぜ。もう一回。じゃあ最後最後。最後ね。やった。私も殺せインポスターは。絶対インポスターになる。ねえなんで。もうそしたら途中でじゃあ。殺す。ガラコだって今回2回連続で速攻されてるじゃん。いやそうちょっとさ楽しくなっちゃってさ殺しちゃうんだよね。ちょっと待ってどこだっけあれ。クルーじゃない方が。J さんが張ってるやつ。WCQWHF。WCQ。WHF。あでも日本語もっと入れたらやっぱ見やすいな。英語はダメだ。あのフォントダサいのは。フォントダサすぎて英語にしてるんだけど俺。いや逆に覚え直さなきゃいけなくなっちゃった。大学2年生のレポートみたいな。なんかフォントしてない。レポートじゃないか。プレゼンみたいな。フォントはダサいね。確かに。フォントがダセ。まあそのモッドのやつとスイッチのやつ一緒なのかわかんないけど。クルーメイトだ。あ、そう。あ、いっぱいいっぱい。あ、もう今の頭じゃ覚えきれません。いや、あー素敵な。超軽く。早いね。早いな。どこ？アッパーエンジンの入り口あたりで。え？アッパーエンジン？え、マジか。中は入ってた？チーノさん。結構人数いた。結構いたよね。リアクターいっぱいいた。結構いたね。ここさん、ここさん、右行ったところですか？そうですね。カフェテリアとアッパーエンジンの間のところなんで。ああ、その後、じゃあ来るときでしょ。わかんないか。え、来るときだと思う、私。右のさ、なんだっけ、チュインチュインするところめっちゃいたじゃん。いた、いた、そこから行ったよ。あそこから一番遅かったのはカシオカルクじゃない。俺はカシオカさんより先に出てる。私と、アルクさん、でも俺、アルクさんと俺の間に一人ぐらいで。ケアルクで走ってったよ。私、カシオカさんの前ぐらい。え、ロサの CM、ね、エモさんの前。俺、ウェポンいたから覚えてるけど、俺、シューティングのところにカシュイカさん、ダウンロードのところにラザニアさん残しておられてる。ああ、そうだね。あ、じゃあ、ネキか、俺の前。いや、違う、俺の前、ネキ。多分カシュイカの前ぐらいです。これです、これです。ケです、ケです。前がネキならカシュイカじゃないの。ケイさんがなんか言いたかった。はい。いや、多分アルクさんと一緒に走ってたのは俺。そう、計算と俺は一緒に走ってって一緒にしたいなかったから。うん。え、それ上回って走ってたってこと？上回って走ってる。うん。リアクター5の可能性はない。ないと思う。私たち通りかかってる。リアクター中あたりにいたな。あれも見てないじゃん。見てないなら。いなかった。見てない。なかったかもしれん。てかでも行きはいなくて帰りはいたってことはそういうこと。なら車行ってしょ。じゃあカシューカトンコカシューカラザニアかどっちかと思うけどさ、ラザニア、ラザニアでもさ、カシューカタの前に出てるんだ、カシューカタ。いや、でもほぼ同じぐらいだって、マジで。え？違う、ラザニア。いいじゃない？カシューカタの色よ。惜しい。今日入るね。いや、まだ早いって。まだ早い。さっきのガラコさんが釣ったじゃん。あいつ、あいつ。怪しいな。あれ怪しいな。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと。
ゃう。ねえ、ちょっと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 。ねえ、さすがに見たよな。じゃあな、カチオカ。じゃあな。さすがに見たよね。今のはみんな見てたじゃん。カチオカがね、弁当入ってたのよ。塗ってた。焼けっこじゃねえ。ちょっと飲みすぎちゃった。ひでえ。今のはひどい。みんな見てるじゃん。みんな慌てて。慌ててボタンの方行ってみんなで。すごい。こんなに票が入って初めて見たんだ。ああ、かわいそう相方。だからスニーカーさんもそこ立たないで。あれ？死んだ？ん？アルクさんでしょ。あ、だよね。アルクさん。はい、アルクさんがアッパーエンジンのところで死んでいて、うんうん。個人的に私黒いなって思ってるのが薬島さんなんですけど、うん、どうして俺は最後にやったのここさん殺してない俺。いや、リアクターでタスクこなしてる時に薬島さんが近くで見てて、で俺は単純にリアクターでロングタスクやってる中一人だったから死なれたらまずいの、ま、死なれたらちょっとあれかなと思って見守ってから出ました。でそれは見てて、でリアクターから出たタイミングでアルクさんがローアーエンジンの方から来て、俺はローアーエンジン側の方にいて、ココさんはその時セキュリティの配置線をやってました、ね、やってました。なのでまあ絶対とは言えないですけど、できたのが薬島さんと私、今のところ私に、いや他の方ってどこら辺にいました？最終位置です。タスクさんがアドミンでいたよ、うん、アドミンにいたよ。タコストレージでロアエンジンから来てる薬島さんとすれ違ってる。ああ、そっか。じゃああれですかね、リアクターが終わってみんなで移動した後ぐらい、まあ、早かったかもしれない。リアクターアルクさん行ってないんじゃないかな。一緒にナビゲーションいたんだね。アルクさん行ってないよね。俺アルクさん右でどっかで殺してきたかと思って探しに行ってたから俺。じゃあもっと初期ってこと？いやだからアルクさんが死んだのは割と直前で、割と直前、直前のはず、直前のはず、うん、だって俺童話ですれ違ってんだもん。すれ違いは私もしましたね、うん、私一人でオーツーにいるから分かんない。俺の位置だとどうしてもここさんめちゃくちゃ黒いけどな。だからそこさんも薬島さんが殺したから下に行ったのに、俺がリアクターで殺す、ここさんをそもそも殺してないのがおかしいってなってもいいと思うんだけどな。まあそれはそうですけど、キルクールはもう全然足りてた。全然足りてるよ。うん。うん。誰だろうね。ここさん、ここさん、セルフ、普通に、か、イベントとか、そうじゃないですかね。一応、うんうん、何です、
セキュリティの方でタスクをこなしてたので、私。まあ、それは見てるよ。そうですね、通路の方で。うん、ただ、リアクター終わってから、だからここさえやってないってなると、アッパーかロワーカーのベントキーでしか考えられないから。うん、他だから、他がしっかり、リアクター、後にどこまで行ってたかとかを全部証言できるんだったらココさんと俺ローラーでもいいと思うけど、俺は他の話を聞きたいな。ラザタコはむしろ出しできるからいいと思うんだけど、うんうんうん、タイ連れてるし、タイ言うね。俺リアクターからアッパー行って、でカフェテリアの方まで、そこまでタコさんと一緒だったかな。そこまでアッパーで一緒になったよね。ああ、そうだそうそう、一緒になって、俺カフェテリアのタスク残ってたからタスクしてて、でウェポンの方に行ったタイミングでなったって感じかな。まあそこをアッパーだって言ってたら、まあなくはないぐらいか。白菜は、あ、まあそうだね。これリアクター後の話だよね。うん、そう。は、上からずっと右回りで最終的に落ち。誰か証言できる人は？マジで誰とも会ってない。うん。けど。だいぶ後だね、多分俺とか。けど。多分私最速で抜けてるはずだけど、ね、まあでも5秒10秒ぐらい前に右側で見られてる人は除外していいと思う。10秒ぐらい前、さっきの。うん、じゃあ計算はどういう流れのアドル、とりあえずケーラザは大丈夫ってこと。うん、でリアクター鳴ってるあたりでナビゲーションとアルクさんと一緒にいて、そのままシールズストレージで、ストレージのところで扉一回閉じ込められて、その後アルクさんと別れて、俺はアドミの方行ってラザニアさんと合流してます。こういう私はチコタンでいいかなって思っちゃうけどな。だったらココさん絶対つって。オッケー、はい、そうなるね。ちょっと私押せないのでオッケーです。終わんねえか。そうなるとタイちゃんかな。あと上の方。はいはい、お子さん行くか。うん、とりあえずコークさん。そうなの、ここは完遂した方がいいと思うけど。うん、まあ、やる。え、待って、あのさ、お互い白証明できるかってのが、ケイさんとラザニアなんだっけ。タコはラザニアさんは出す、白出せる。タコさん、ラザニア、ラザニアさんがお互い、ラザニアさんからのタコさんは、え、さすがにリアクターからアドニーまでの流れ一緒にいてたのに。あ、じゃあそこの3人は大丈夫。今朝はアドミンまで、アドミンまで入ってるからは、1,2 個タスクその前が分かんないから。でもまあギリギリまで割といたんだったらいい。まあだいぶ白い。まあお子さん釣ってたい白菜が、まあ、歩いてるから、ね、グレーって感じかな。うん、うん、ダメなんだったら、うん、釣れてるから。いや私でもマジで違うから、まあここさん釣ってはなかったら、タイさん私で行きたいかも。はい、釣られます。で、計算だったら強い。いや、強い。これだったら強いな。いや、アッパーエンジンでしょ。アッパーだからな。固まった暗号終わんねんかい。やっば。え？お子さん、なんていうの？お子さん釣っても、チコタン釣っても終わってない。ああ。この中に一人いる。絶対いる。
正直俺ラザニアさん以外はそう自分で、うんうんうん、え、カシウカ以外って誰だっけ、カシウカ殺したの以外ってアルクさんか、カシウカさんはベッドじゃん、カシウカさんはベントで釣られた、うん、カシウカがシーレモンさん殺したでしょ、シーレモンさん殺した、アルクさんも多分誰かが殺してる、でココさんとチコタは私たちに釣ってる、アルクさんか、アルクさんの容疑ってことでしょ、アルクさんどこで死んだっけ、エンジンで死んでた、アッパーで、アッパーとかって言ってたね、白菜は、え、私は最後の方は大津で、大津行った、俺ウェポンの方いたんだけど、通路ぐらいで終わったけど、違う違う、最終的に私は多分大津にいるから多分すれ違ったりはしてないと思うよ、そのどっちから行ってるかによるけど、大津の中で普通に助けてたから、結構殺してたら移動はできてんのか、解散白菜でつって計算だったらやっぱりかな俺そうだね、まあどっち、うーん、これは私パッションで押していきたいわ、計算ってリアクターあの時行った、行ってない、行ってない、あナビゲーション、ナビゲーションでアルクさんと一緒にいる、いそこでアッパーまで、アッパーでアルクさん死んでんだもんな、さすがにそこだったらナビゲーションで殺してるでしょ、うん、もう計算だったらアッパレで俺は大当たりさんいる、そう、いや俺白菜かな、どっちかっていうとだってどっちも見てないよって、白菜じゃないの、全員見てない、あまあそうか、あそうかもしれないけど、私は父さんも入れた、まあ、まあ、ガラッコからでいいと思うけど、どっちも釣る、待ってボタンある、あどっちにしろ釣っていいと思うけど、ボタンはある、ボタン私はない、白菜からでもいい、折れない、あれ白菜からでいいだろおい、んでぜよこれはやりかふざけんな、白菜からでいい、大ちゃん、大ちゃんごめん、大ちゃんごめん、大ちゃんごめん、おい大ちゃんごめん、入ったやつだろ一番悪いのまあそうだな、シーレモさんもね殺すつもりなかったのよ、いやもう手震えてんじゃん、ある中が、ウイスキー4分の3ぐらい飲んでるからね、一人ね、やばー絶対やばいでしょ、いやもうね、今日に限ってウィンポスターめっちゃ来るんだよ、やれー、私動画撮ったもん面白すぎて、カイさん結局何、カフェテリアで俺らと別れたと戻ってやってたの、そうそう、戻ってやってよ、まさかまだリアクターの方いると思う、まあ、俺はストレージのところで政治があった俺をもうちょっとかばってほしかったなと思ってたよ、タコさんにいやだってわかんないでしょ、しかもココさんとチコさんどっちも違うの、笑うんだけど、そうな、ね、いや私ちょっとそのタスクの方を失敗して、失敗っていうかなんかうまくつけれなくってちょっと時間かかっちゃってたんで、いやータイちゃんすごい検討したな、生きてればな俺が、申し訳ないな、カシオカさん生きてたら負けたな、もう誰が悪いとか言うんですね、カシオカが立って悪いから、俺も見えたもん、あ、カシオカペント入っちゃったわ、めっちゃ私も見れてない、後で動画あげるから、あれはひどかったマジで、放送にはこいつ投げたってやつだもん、フルタイムで一人殺せねえかなって思ったけど、いや俺もさ、どうにかもう道連れでもいいから何キルか稼ぎたいなと思ってたんだけど、ね、ヒョイヒョイしてたと思ってた時にヒョイヒョイしてたいやおもろかった最後にめっちゃ楽しかったな、よかっただろう、ラスト一戦やっておいて、ね、楽しかった、いいの見れたわよし、じゃあ私は寝ますので、ありがとうございます、もう一回やらないの、もうやばい、もうやばい、え、でも今日、ガラコのためにガラコのためにやってんだよ、みんな、もういカシウカかわいそうじゃない、いや、カシウカさんが悪いよ、カシウカかわいそうじゃない、いや、かわいそうって言うじゃない、ラストガラコ、ラスト行こう、違う、違う、違う、タイちゃんがかわいそう、タイちゃんがかわいそう、タイちゃんがかわいそうだけど、タイちゃんがかわいそうじゃない、あれはカシウカさんが、自分さえ良ければいいのか、他は、いや、もういいだろ、今のは、楽しかったもん、今日みんなお前のために集まってくれてんだぞ、ありがとう、計算の放送行くからね、だって終わらないもん、それやだやだ、大丈夫、俺ももう、もう次出して俺も寝るから、大丈夫、ドラゴンファイナルアルティメイトラストもうそれさ、全然一生終わんないじゃん、でも寝るから、あのちょっと俺トイレ行ってくる間にちょっとちゃんと入っといてな、ドラゴン入ったら本当だからね、ドラゴンやばいね、入ったら本当俺終わってくるぐらい行ってたらもう無言で抜けていいから、大丈夫
うん、無言で抜けていい。いやもうだって今やったよ、もう最後でやってさっきも言ってたよ。いや違う違う、それは遊びの最後だから。遊びの最後。最後なのもう明日仕事。怖えこいつら。さらっこ WCQWH。仕事じゃないのに。仕事じゃないけど、もう今日働いてきたの。いや俺だって働いてきた。WCQWH。いやそれは甘え。ドラゴンそれは甘え。勉強してるやつじゃないって。WCQWHF ね。マジで入れられるやつじゃん。ね、WCQWHF ありがとうから、ありがとうからこ本当に助かるよ。切れそう、ちょっともういいよ、やるよ。もう本気か、問答無用でカシユカさんつっていいと思う、なんか今日おかしいから。そうだろ、つろうつろうつろう。すぐ死ぬの。なんか死んでるよ。いやごめん、俺シネオさん殺す気じゃなかったんだけど、これなんか画面見たら死んでたわ。通り魔なんですけど。死んでる。4人まで残ってる試合みたい。最後の4人まで残ってる試合みたい。たまにあるんですよ、毎回外してる。めちゃくちゃちょろいやついるじゃん。最後だって言うから。まあ最後だ。最後だよ。最後だね。ここは本当に最後でしょ。これ本当に最後。今日私もラストだ。さすがにね。いっぱいいるからラストの人は。1時半だからね。ごめん。いやいやいや、完全に狂人の動きしてる。あるよみで言ったけどなかった。あのみん、さしゅ、しろさん何してんのかな。いや俺も今これ絶対ああネキ釣るかと思ったんだけど、あのまさかして右上そうなんだよ。出た。聞こえなかったんですけど、どこいました？あね、あのカフェテリア右上のところ。しょっていかな、それはネキポジに。ネキネキポジ行くんだよ。しょってね、あのウェポンズに最後まで残ってたのはガラコとカシユカ。カシユカタンシーレモさんいたよね、一緒に。いた。で、私、カシユカタンの順で多分走ってたはずだよ。え、俺の方が先じゃない？うん、違う。だって開けた時に私、まあ、カシユカタンが後ろに見えたから多少。まあ、わかんないけど。まあ、でも、ほぼぴったり一緒ぐらいで。トイレの時のガラコが見えてる、ね。うん、一緒ぐらいなはず。タコ的に気になってたのが、最初タコ初動ナビゲーションまで直行してたんだけど、うん、計算と大体一緒だったけど、計算が途中で引き返して上に行ったのが気になりました。うん、はい、あの、タスクある読みで、そっち走ったらなかったんで引き返しました。ごめんなさい。読み。引き返して、引き返してどこ行ったの？引き返して、カフェテリア右上に行って、アドミアドミって、だ停電直したの俺じゃん。いや、そうなの。あ、ちょっとね、停電直したの確かに計算なんだけど、俺も停電ついて、多分噛み合ったよね。噛み合ったね、一個、真ん中一個噛み合っちゃったかな。まあ別にあれが邪魔されたとは思ってないから、まあ、なんともないけど、まあ一応。ただね、今回俺普通に、ちょっとあの、本当にどっちかに寄ってたかとかもわかんないけど、普通に何も考えずに、ウェポンかカフェテリア行ったらレポート光るぐらいの位置だったから。え、じゃあもうガラコか、カシュリカさんじゃないの？それだって。いや、そこはないよね。酔っ払いっていうか、いやわかんない、停電してるから。停電してたけど、いやでも俺の方が先に出てると思うんだよ、あのウェポンズからは。ガラコシューティングじゃん。あ、じゃあ俺ダウンロードじゃん。シューティング終わってからでもそこにいろうじゃないと思う。だって足ぴったりやった合わせて、あのエレクトリカル入れてるから。とりあえず今日ムカついてるからカシューカに入れた。怖あれは、あれはシーレモなんだよな、悪いの。やば、悪くない。
りあえずね疑われてたので、はい、もう一回議論するとして、まあ、ウェポンからカフェテリアに出たなら光るって言うんだったら俺とガラコが出た後かなって思うんだけど、あのエレクトリカルに向かうためにウェポンズから出たから結構下側を通ってるんだよね。でもこの停電になったぐらいでそのカフェテリア右上のタスクの方をやるかって感じのタイミングで、結構初動、初動だと思うんだけどな。ちなみにタコさんは停電になった時どう動いたの？ナビゲーション行ってそのままシールズのタスクやるかやらないかぐらいで停電で、そこから普通にエレクトリカル行ったよ。タコさんいたっけ？いたよ。記憶ねえな。タコさんいたと思う。エレクトリカルいたか。茶色と赤とピンクと黄緑はいた。私 O2 やってましたね。あれ赤いなかったっけ？ごめん。俺じゃそれがタコさんか。もうみんなやべえぞこれ。やばいやばい、頭が終わってる。間違いなくこれはいたし、その後たぶんそれから上のタスクやったよ。じゃあココさんとタコさんは俺間違えてる、ごめんなさい。ちょっと議論で行くやわかんないけど、カシューカさんに入れます。お前はやべえ。で、あの、カシューカ右上にいた人とか誰か見てないの？初手右上か。初手右上、初手はカシューカさんも私もあと何人か他にもいたよ。上ポンじゃなくてカフェテリアの右上。ちょ、あのカフェテリアの右上でしょ、初手いたよ、誰か何人か。そこにラザニアさんいた？わからん。重なってた、いっぱい。わからん。あ、一番最初か。一番最初、マジでしょ。でもゴミ捨てだから俺すぐ移動しちゃったのか。そうそうそう、私もすぐ移動してるよ。でも上から移動したの、移動したがカシューカちゃんとガラコさんだっけ、光ってないんでしょ。光ってない。光ってない。ただそのガラコさんたちが、なんでしょう、チュンチュンやってる時に、その先に私がそこ通っていて、その時は下上がってなかった、下いなかったって。タスク開いてたからここさんがいたかどうか見えてない。私も見えてない。単純にわかんないよ。俺そのウェポンのその通路をしっかり真ん中通ったとかそういう記憶は曖昧だから。じゃあ時系列的に最後に出たのがカシューカさんで。いや、ガラコとほぼ同時で、だって一緒に歩いてたから。で、その後チコタンが発見したんだよね。そう。ただ私がその二郎かチコタンのセルフどっちかじゃない。セルフで死体って。そう。セルフの方が濃厚で見たいかな。終わった、俺の最初の謎ムーブ。ああもう服はそれだら取れるような感じ。やめてないか。二郎は消えたわ。あれ？二郎消えたわ。二郎消えたわ。ああ。雑だな。橋岡さん超直前まで生きてたけどな。生きてましたね。アドミいなかった。いましたいました。で、とりあえずタコ白菜のこと結構書くぐらいは自信あるから言うけど、白菜があの順番を押すやつにいました。タコロアエンジンにおります。うん、シーレモさんがその時に上に行ってました。停電になります、上戻ります、あの順番の前で白菜が死んでました。シーレモさんじゃそれ、うん、ほぼ間違いないと思うけど、タコさんの証言はおかしいと思います。あ、私はアッパーエンジンでエンジンを水平にするタスクをして、それからロガエンジンに向かっているので、うん、リアクターには寄っていないです。下から上に行ってたから、その嘘をつくならもうシーレモさん書くでいいわ。嘘じゃないから、アッパーエンジンでエンジンを水平にしてたんだよ、ほら。うるせえ。うるせえ、お前もうるせえよ。まあ、それはじゃあいいとして。あ、それでじゃあ、カシュガちゃんの話。カシュガの方は。いや、まじ、停電なる直前にカフェテリアですれ違ってんだよね。カフェテリアから、俺はカフェテリア、あの、ウェポンから、あ、手で直そうとエレクトリカルの方行こうかな、くらいで、
じゃあとりあえずじゃあアルクさんのさっきのあれだと、最初のネキ殺しがカシウカガラコの二郎か俺みたいな感じになってたと思うんだけど、なってたね。今エレクトリカル直したの俺なんだよ。うん、今直ってなかったのかなギリギリ。そうだね。あでもいや治るのめ治ってたんじゃないかな。治るのすげえ早かったと思う。治ってた、うん、ってた、うん、だからカフェテリア側ですれ違ってるのは俺絶対できやれない。なるほどね。うん、アドミンで俺とカシウカがいるの見てくれてたよね、ココさん多分。あそれは見てないのかな。シレモさん入れます。さんは見てなくて、私もシレモさん入れます。で、カシウカさんが出てくるところは見ました。じゃあ、俺が下行ったのを見てくれてるよね、じゃあ、エレクトリカの方。エレクトリカ、あ、でも、配線やってたからな、ここさん。俺を押すわ、対応します。あと、大ちゃんなのかな、すれ違ったの、大さんしかいないんだよな。カシウカ殺しね。まああとちなみに、まあ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 いいか。ん？いやタコシでも大丈夫かな。ローラ？ローラ？なんでしょう。CM さんガラコさんと一緒にリアクターの中にそのリアクター鳴った後に。うん、入ってくのは見ていて、じゃあアッパーからロアって嘘じゃん。リアクター入ってない。でもそのダイバートの話じゃないの、まあ、その後がなんて、うん、多分殺されたのが直近なんでしょう。うん、あちまだ両者的には多分タコさんかシレモさんどっちかしないかないと思う。うん、だからタコさんをどうするか、タコさんを釣るか、正直あのパッションのなさでまあどっちでもよくはないのか。どっちもよくはないね。濡らしておきます。ああまあ二郎残ってたら。まあ釣れてると思うけどからそれ別にいいけど。まあ釣ってもいいんじゃない。カシュガチャの話。まあ釣るならそれでいいよ。でカシュガチャの話。アドミンで見たんだっけ。俺はアドミンで見て関われないから。俺はカフェですれ違ってるその後。多分カフェテリアですれ違う前に私がアドミンですれ違う。いや、その新しい情報だけでいいと思うけど。カフェでも本当停電。停電直したのがチコタン？俺。停電直したの薬師まで確定なの。チコタン以外誰かいた周り？私は行ってなかった。いなかったよ誰も。行く途中。なるほどね。まあじゃあとりあえずチコタン、いやまあ停電直ったのは多分本当だから、じゃあチコタンとりあえず白でいいんだけど。うん。でまあタコさん、まあこの回でじゃあつるっとして残ってるのが正直俺ら4人なんだけど、チコタン以外の、うん。そうだね。とりあえずタコさんはじゃあ入れとね。俺カシウカ殺しの瞬間はあのナビゲーションの方にいた。それ多分薬師丸圭さんとすれ違ってるかな、ウェポンで。まあウェポンではすれ違ってるけど。タコさんとすれ違ってるのおかしくねえか。停電直してんじゃない。だから俺スカだ。あ。はあ、わからんけど大さん戻ってこれるよねとは思ってるよ。はい、ストレージのゴミ捨てあたりでタイさんがいていました。
フェイさんの死体がありました。フェイさんはどこにいた？俺アドミン行って大津か、大津だな、大津行ったアドミンに3人、そう、チコタンと俺とフェイさんがいて、うんうん、そんなにイーオドーム O2 出てこなくなる？まあ現状隠しろチコタンだけだからね。うーん、そうね。なんかその直近の行動なのにすぐ出てこなかったのがちょっと気になっちゃってるな。時間とお酒入ってるんでごめんなさいとしか言い訳できないけど。まあ、ただシールズでタイちゃんとココさんいるのは見てんだよね俺。そうですね。うん、とね、アドミン俺も見てナビゲーション2で、うん、あのアドミンが3だったから。アルクさんは？俺は停電直しに向かってた。わかんないな。いやこれ3択じゃん、チコタン目線、俺目線は2択なんだけど。俺はでもタスクはまだ全然終わんないかな、うん、俺もね、ちょっとね、終わんない気がするんだよ、今回。俺はでも、まあ、入れるならアルクさんかなと思ってるけどね。俺なの？俺なの？白菜歌集会役しまって、最終言われてるしな、俺は。いや、それは、その状況がそうだっただけで。でも、じゃあその状況、タコさんあたりで行けたと思うけどね、俺は。ん？誰まで行けた？箱さんでも行けなくはなかったんじゃないかなと思うんだけど。俺入れられんの？マジか。単純に普通にココさんだったらもう、まあ、ごめんって思うよ。まあそうね。まあ終わるだよね。終わるかい。ナイス。ナイスフィース。いやー、アルクさんだって分かった時に殺されちゃった。最初のやつそんな引きずられるか。最初のやつでもアルクさんあれで役所を疑ったのはおかしいと思うよ。なんでだってセルフあるじゃん。いや、みんながさ、あの時直前なんじゃないの、あの開幕直後なんじゃないのって話してるのに。あ、マジか、それ聞いた。そうそうそう、それなのに最後の話持ち出したからアルクサンダーと思ったら、で、ゴミ捨ての時逃げてたら殺されちゃったゴミ捨ての時逃げてゴミ捨ての時アルクさんがすれ違って、そこから俺アルクさんから離れようと思って離れて。あ、マジか、俺ゴミ捨ての時は全く貸し方みたいなのあった。ちょっと危なかったな、俺つられ危ねえ、マジでワンチャンあると思ったシーデモさんと、シーデモさんとなんか、ああ、タコさんパッション見せていいんだよ、あれ時これよく。いやーけどまあもうほとんど釣りでローラーするみたいななってたし。いやまあいやでもタコさんの疑いは本当に 2% ぐらいだったけど。うん、そうだね。タイさんだからいいやな、まあ、もないな。証言が違う。私死んだ時って停電されてた。いやシーデモさんは完全に。俺目線からはかほぼ確だって、さらに嘘もついたからもうそれで100番だった。嘘なかったもん。こっち見てないからね、それが嘘かどうかとかもこっちやっぱ分かんないから。ここからロアに行ったみたいな言ってたじゃん。ロア側からアッパ行ってたじゃん。上の方行ってたじゃん。違うもん、俺と連れ違った時アッパロア、アッパロアみたいな感じだもん。あ、これはやべえやべえ、シルモさんと味方になっちゃったアルクさんがかわいそうだったということで。そうだ、違うもん。ね、アルクさんはシラフ少ねえもんだってこの部屋。なんで？なんで？アルクさんはなんであそこで釣られちゃったの？最初のやつがなんか疑わしかったらしい。最初は俺マジで。いやでも最初の疑ってたの俺ぐらいじゃんだと思うけど。最初でアルクさんなの？いや違う、アルクさんじゃないけど、薬師丸を疑ったのが俺すごい、もうアルクさんこれだなって思ったけどね。いやでもあの状況的にじゃあさ、キルできるのさ、正直シレモさんは全く話題に上がってなかったから、そこのニローカチコタンしか容疑者いなくなかった。まあセルフの、いやでも直前の話っていうことでみんなが納得してるのに。いやまあ直前の話って言ってたけど確証がなかったわけじゃん。いやそこで、まあ、そあの最後あの屋久島まで持ってくるのがアルプさんらしいなと思って。俺は俺容疑者を3枚あげただけなんだけど、できる人。いやいや人をあげただけなんだ。それもめっちゃ、まあ広げたからってことでしょ、単純に容疑者を。第一ずらしのセルフレポートとかならあったかもしれない。いやでもやラドニアはあの俺らが、俺とガラコが出てた時に死んでたらしいから。あ、もういつ死んでたの？あれ初手に死んだ。初手でしょ。あの位置でした。じゃ気づかなかった。平連になってあの位置に行くわけないから、行かない、ね、まあ、初動だろうとは思う。私がウェポンにいたことになってたから、ふーっと思って利用した。
俺タコさんになってた。だって俺目線タコさんは外れなかったからな最初のやつ。え？俺目線外れないよ。うん、だってナビゲーションからどう行ってるかわかんないから俺は。うん、停電だったし。でも所定でやったんじゃないのって話にまとまってなかった。いやもちろんまとまるのはいいんだよ。多分所定だから。それ分かってんだけど、レポートしてる以上絶対に容疑者は外れないから。まあでもなんだろうね。まあ単純に今のは俺は。あのココさんとか計算を疑うよりもそっちのアルクさんの方で引っかかってたから俺は、うん、だから俺はアルクさんに入れたってだけ。いやでも今ナイスだったな。 あれ村なら負けてたぞ。俺村でも絶対一言は足早者容疑者に入れたわけど、あのタイミングで停電になってカフェテリアの右上でタスクやるやつおらんやろ。まあ多分みんなほんと初手でかぶってその間になんかいなくなったとこにされたんだって。まああとあの位置セルフしないマジで。あそこ結構距離あるから多分引かんないよね本当に。うん、悔しい。でも寝れねえじゃん。いや最初のキルうまかった。うまかったね。いやだから数人スルーしてる時点でいいキルだからな。そう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 。あれやっぱあれだね、エレクトリカの停電とかでさあの無意識にやっぱり下の方取って出てちゃうからわかんない。そうね、壁伝いのレベルだったもん。最近もう、ね、俺はもう懲りてるから、もうウェポンから出るときちょっと上走っていくから。ラザニアが死んでるから。そう。だからインポスターのときは右上行かないよ。なるほどね。そうね。ネキはもうね。右上行かなかったら 50% ぐらいはあるって男だね。ワンチャン死んでる。よし。よし、じゃあ終わりますか。今日は。ありがとうございました。今日はひどかった。今日はひどかったな。いや、マジで最後の試合、頭ちょっと湧いてて、強度不振すぎた。俺も頭湧いてたわ。でも、こんだけ飲んでるからしょうがないわな。私も